皆さんこんにちは。大変長らくお待たせいたしました。ここからの時間は名古屋グランパスオンラインチャレンジカップ頂上決戦とフレンドリーマッチの模様をお届けしていきます。ここからの時間、実況はメーテルアナウンサー堂野博さんが務めてまいります。よろしくお願いします。よっ、ありがとうございます。そして今日解説にはFIFA 12日本王者として世界での戦いを経験しまして、現在はサッカーゲームを中心に e スポーツ大会の実況解説として活躍されています、ハゾメ高秀さんです。よろしくお願いします。そしてさらにもう一人、今日はゲストをお招きしています。もうサポーターの皆さんにはおなじみの顔、そして声ということになると思います。名古屋グランパススタジアム DJ ヨーヨー陽介さんです。よろしくお願いします。名古屋グランパースと早くスタジアムで叫びたい、スタジアム DJ のヨーヨー陽介です。お願いします。おなじみの声でご挨拶いただきました。ありがとうございます。お願いします。さあ今日このオンラインチャレンジカップですけれども、皆さんご覧いただいたら分かりますように、我々3人別の場所から配信中継という形でお届けしています。いわゆる密閉密集密接3密を避けた形ということで、私と陽介さん名古屋市内の別の場所から、そして今このように映ってますね。僕今、はい、下映らないと思ってますね。タオル引いてるのがバレちゃったじゃないですか今これ。あら、なんだかちょっとセクシーな、ちょっと足が寒くて今これタオルしてたのバレちゃったじゃないですか。ちょっと抜くなら言ってくださいよ本当に。まさかの、ちょっと俺上半身しか映らないと思ったユニフォームでバッチリ決めてきたのに。もう配信始まって1分でこんな映像が流れるとはちょっと本当にちょっと言ってくださいよ。ハゾメさんもおそらくは下半身映ることはありませんので、ハゾメさんは今、はい、東京から解説をいただくということですよね。そうです、私東京います。皆さん見えますか？東京ですよ、はい、多分下半身はパンツ一丁なんですよね、おそらく。ハゾメさん大丈夫ですよ。ちゃんと履いてます。安心してください。安心してください。安心してください。出ました。皆さん安心してください。履いてます。はい、はい、こういった3人で仲良く楽しくファミリーの皆さんと共に楽しい時間おうち時間を作っていければというふうに思っています。で今日このようにオンラインで e スポーツ大会を行っていくわけですけれども、ハゾメさん、やはり、はい、今はこういった新型コロナウイルスということもありまして、うん、より一層このオンライン e スポーツというのは関心高めてますよね。そうですね、まあ、本当 e スポーツ、まあ、日本の、ね、皆さんも最近聞くことも多くなったと思うんですけども、まあ、海外ではね、すでに e スポーツの選手に対してビザが発行されたりですとか、まあ、日本国内でもね、高額の賞金付き大会も数多く開催されるようになりまして、まあ、日本人のねプロの e スポーツチームなんていうのもどんどんできていったりとかしております。でまあね、FIFA に関して言いますと、名古屋グランパスのようなプロのサッカーチームが e スポーツの選手を、ね、抱えたりとかすることも多くなってますし、まあ、あとは EJ リーグや e ワールドカップといったような、まあ、公式戦とか公式世界大会といったものがもう数多く開催されているふうに、もうどん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 盛り上がっているというところなんですけどね、まあ、今現在 J リーグが中断されているというところで、まあ、こうやって e スポーツとかオンラインゲームに注目が集まっているんじゃないかなと思いますし、まあ、ピッチに立てない、ね、プロのサッカー選手も、ね、こう e スポーツで対戦しているというところも伺ってますよね。これからどんどん盛り上がっていくんじゃないかなと思っております。このようにサッカー以外にもレースゲームなんかでも実際のアスリートの方々が参加して対戦するということも話題になってますもんね、うん、そうですね。あとはテニスですと錦織圭選手なんかもね、e スポーツの大会に出たなんていう話も出てましたし、うん、このコロナ期間中ではやっぱり e スポーツのオンラインでできるっていうところが非常にね目立っていた印象がありますね。そして陽介さんですが、はいはい、サッカーゲームプレイはされるんですか？いや、めっちゃやってますよ。はい、スーファミ時代からやってる。時代からね、時代から、そうそう、時代からスーファミ時代から。じゃあもう手だれのお二人に今日は解説いただいて。いや、もう XR を押すだけでヒールリフトができた時代ですからね。懐かしい、ありましたね。L と R でカーブかけたりとか。どうぞ LR ね、これでピピってやるだけでできたの。あの頃からやってらっしゃるわけですね。やってますよ、今もやってますよ。深夜までに、こう朝までやってたりとか。結構すごいですね、プレーされてて。もう今も好きな選手ばっかり取って、強いチームでやってますよ。最近アザール取りました。あ、もう今まさに旬の選手を、うん、ただもうそのスーパーファミコンの時代からやっている皆さん、まあやってる人は分かると思いますけど、うん、今のゲーム本当に奥深いですよね。いや、もうコントローラーのそのボタンが多いのと、なんかいろいろこうね操作が機密になってるじゃないですか。だからもうよりこう、うん、スキルのそのなんて差が出ますよね。ハゾメさん、よくそのあたり分かるんじゃないですか？
そうですね、昔のね、あのファミコンとかスーパーファミコンとかの時代から比べると、今のサッカーゲーム本当にリアルでシミュレーションみたいになってるので、まあ、あのプロのサッカー選手でも試合の前にあの自分がどう動くのかみたいなのをこうシミュレーションしてくるっていうようなプレイヤーもいるそうなので、それぐらいもうサッカーゲームでありながら本当サッカーそのものといったところだと思うので、今日初めてご覧いただく方もその辺ね注目していただければと思います。一緒にね、本当に初めて見るという方もいると思いますので、うん、驚きを持って楽しんでいただければと思います、はいはい。さて、ではまずですね、なぜこういった今日大会が行われることになったのかという経緯についてもお伝えできればと思います。新型コロナウイルス感染症拡大によります政府の緊急事態宣言が全国で解除され、それに伴い愛知県独自の緊急事態宣言も解除されました。しかし新型コロナウイルスへの警戒が必要な状況には変わりはなく、政府の専門家会議が提言した新しい生活様式を引き続き実践していくことが大切です。そんな中、今回の名古屋グランパスオンラインチャレンジカップは、オンラインを活用した新しいエンターテインメントとして地元ケーブルテレビの CNCI グループに加え、プロ e スポーツチームのブルービーズ、名古屋グランパスおよびメーテレ名古屋テレビなどの地元企業がタッグを組んで開催していきます。そして緊急事態宣言が解除された今もなお、医療の現場では多くの医療従事者の方々が最前線でこの新型コロナウイルスに立ち向かっています。医療従事者の皆さんの他にも、スーパーや物流、公共交通機関など私たちの生活を支えてくださるすべての皆様に感謝し、おうち時間を楽しんでいけるような大会にしていければと考えています。また一昨日ですね、J リーグの再開がついに発表されました。リーグ再開、本当に嬉しいことなんですが、当面は無観客ということで、まあ、試合を行うという中でも皆さん、ファミリーの皆さんがスタジアムに行けない寂しさもあると思います。こういった状況ではありますが、今日は少しでもそのファミリーの皆さんと心を一つにできるよう盛り上がっていければと考えています。では今日このオンラインチャレンジカップ大会の概要を説明いたします。この名古屋グランパスオンラインチャレンジカップは、オンライン e スポーツ大会でサッカーゲーム FIFA シリーズの最新版を使って戦う大会です。昨日この大会の予選が行われまして、総勢23人のプレイヤーが今日の頂上決戦へ向けてトーナメントを戦いました。この後行われます頂上決戦では、予選トーナメントを勝ち抜いた上位入賞者2人と、名古屋グランパス e スポーツアンバサダーである美濃選手、ブルービーズ所属の若選手、そしてこの大会の運営協力団体 JSL の推奨選手2人の合わせて6人のプレイヤーがトーナメント形式で戦っていきます。また大会の模様は多くの名古屋グランパスファミリーの方に楽しんでいただけますよう、 YouTube メーテレ公式チャンネルでお送りしています。 YouTube にてメーテレと検索していただきまして、チャンネル登録をしていただいた上で楽しんでいただければと思います。さあ、6人のプレイヤーたちでこの後頂上決戦トーナメントを戦っていくということになりますが、では昨日行われましたこの予選の結果をご覧いただきます。はい、このような結果になりました。合わせて予選は23人のプレイヤーが出てきたわけですが、最終的に勝ち上がったのは、はい、キレマユ選手が A グループ優勝、そして B グループはコーデー選手が優勝したということになりました。はぞめさん、このお二人ですが、はい、ご存知でしょうか、知ってる選手ですか。正直なところ、お二人ともお名前を存じ上げずですね、ただこのロッキー選手、はい、B グループの上にいるんですけども、うん、このロッキー選手はですね、プロの e スポーツ選手でして、この FIFA の、本当に、はい、でその日本を、ね、トップ代表するそのトッププレイヤーを相手に、コーデー選手も優勝してますし、勝利して優勝してますし、キレマユ選手も、ね、同様に勝ち上がっているところを見ると、この2人とも非常にレベルが高いんだろうなと思うのと、ともにこの名古屋グランパスという、ね、愛知を中心に、こんだけトッププレイヤーがまだいるんだなというところにちょっと驚いているところですね。へえ、ロッキー選手、プロなんですか。そうです、ロッキー選手は本当にここ最近実力をめきめきと上げていて、非常に最近も実績を残していた選手ですので、ここの予選で敗れてしまうのはちょっと驚きでしたね。へー、情報によりますと、コーデー選手最終的にロッキー選手を4対2で破ったということで、すごい4点取ってんの。はい、点の取り合いですね。へー、すごい。もうすでにその破壊力がね、この後の試合でちょっと楽しみですよね。はい、
そうですね、その予選での強さ、また決勝トーナメントというこの大きな舞台の中でどういう戦いをするのか、うん、そしてもう一人がキレマユ選手ですね。最終的には三四郎選手を3対0で破ってこの舞台に上がってきたということで、はい、ツイッター上でも三四郎選手がキレマユさん強すぎたなんていうツイートもしてましたが、ね、はい、やはりこのレベルの高い戦いにはずめさんこれからなってきそうですね。そうですね、先ほど、ね、出ていた美濃選手村も強いんですけども、今回勝ち上がったキレマユ選手コーデ選手が、ね、どこまでやれるか楽しみですよね。そうですね、はい、さあということでこの2人が予選を勝ち抜いたということで、改めて今日頂上決戦に挑む6人の選手を紹介していきます、はい、今日はこのようなトーナメント表で戦いを進めていきます。それぞれの選手を紹介していきます。まず一番上です、名古屋グランパス e スポーツアンバサダーの美濃選手。グランパス e スポーツアンバサダーとして所属をしていまして、2020年 EJ リーグではベスト8に進出、超短のパスを織り交ぜてボールを支配し続ける超攻撃的サッカーが持ち味だということです。そしてその下、 JSL 推薦のタイポン選手。 JSL というのはこのサッカーゲームの FIFA ですとかシューティングゲームの PUBG モバイルのユーザーリーグだということで、この JSL の推薦選手ということでタイポン選手出場です。 YouTube でも FIFA のゲーム実況を行っている有名ストリーマーだということで、プレイスタイルはカウンターを得意とするプレースタイルで他を圧倒するということです。そしてそのタイポン選手に挑む形になります、昨日の予選 A ブロックを優勝しましたキレマユ選手です。その特徴、攻撃はポゼッションサッカー、守備ではしっかりと前線からの守備 で守備ブロックを作っていくという戦い方が持ち味だということです。そして下のブロックですが、ユージョーカー選手、こちらも JSL の推薦選手です。2020EJ リーグではベスト8進出、丁寧なサッカーと堅い守備が持ち味だということです。そして B ブロック優勝の注目コーデー選手、スタイルは攻守にわたりアグレッシブにいく積極的なスタイルだということです。そして一番下です、ブルービーズ所属の若選手。このブルービーズというのは名古屋を拠点に活動するプロ e スポーツチームだということで、このブルービーズに所属をしています。積極的な守備とエリア内での駆け引きが持ち味だということで、この6人で頂上決戦を行っていきます。はずめさん、よくご存知の選手もいると思いますが、うん、改めて注目どういったところになりそうですか？やはりね、美濃選手ですとかタイポン選手、ユージョーカー選手、若選手といったところはこれまでのね FIFA の実績非常にあって、こういったイベントでもね慣れているところもあって、いつも通り実力を発揮すると思うんですけども、まあ、それに対してキレマユ選手、コーデー選手が、まあ、こういったイベント初めてかもしれないんですけども、まあ、落ち着いていつものプレーがして、で彼らに勝つことができるかっていうところ楽しみですよね。やはりそこは気持ち、メンタルの部分もかなり大事になってくるわけですね。そうですね、やっぱこう大会ですと緊張してね、いつものプレーができないというのはこの e スポーツでもありますから、それをねこの試合の中でどうやって調整できるかっていうのをね、キレマユ選手とコーデー選手にはぜひ頑張ってほしいですね。陽介さん、どんな風に見てますか？いや、僕さっきいろいろね、堂野くんが特徴を述べてたじゃないですか、はい、それによってこう相性とかもあるんじゃないかなと思うんですよ。例えば攻撃的なのとカウンターなのとか、その守備的なのっていうのによってこうなんかね、こう相性によってこう うまくいくのかうまくいかないのか出てきそうなんで、もうこのあたりがまたね、もうよくわかんないですよね、もうね、うん、本当に楽しみでもありますし、まあ、とにかく名古屋グランパスってついてるだけあるんで、美濃くんとりあえず頑張ろう、うん、そうですね、それはもうアンバサダーとして頑張らなきゃいけない。あ、出てきた、映った、はい、皆さん、美濃くん、はい、大丈夫？緊張してます。今だって声裏返ってたからね、すでにね、はい、あいっつってたからね、緊張してますでもどうなの、今リラックスはあんまりできてない？そうですね、試合前が一番緊張して、試合始まるとだいぶ落ち着くタイプなんで。今一番嫌な時だね、うん、じゃあね。そうですね、そうだよね、それもまだ1試合見なきゃいけないんですよね、美濃くんは。2試合じゃないですか？そうですね、2試合見て、シードだもんね、だから。はい、そうですね。いや、それも嫌だね、また待つのね。緊張しますね言葉数さっきのリハーサルより少なくなってるけど大丈夫だいぶ緊張しますよね、それ耳落ちちゃいましたからね
ちなみに美濃選手、第1試合の勝者と対戦するということになりますけど、やはりその第1試合見ていく上でこんなところチェックしたいなっていうのはあるんでしょうか。そうですね、やっぱり、次戦う相手なので、どういうサッカーをするのかまだあんまりわからないですけど、タイポン選手のカウンターと、あと、キレマイヤ選手がどういうサッカーをするか、そこを意識してどうやって対策していいのかっていうのを考えながらプレーを考えたいと思います。ちょっと美濃君、はい、ガチ緊張やん。いや、してますでは、ね、最後にちょっとプレッシャーかけるようで悪いんですけれども、グランパスのエンブレムを背負って戦うわけですので、ちょっと意気込みをこの場面で聞かせていただけますか。はい、グランパス背負ってるので、このグランパス限定の大会で、優勝できるよう頑張りたいと思います。はい、陽介さん、どう聞こえましたか。いや、ちょっとね、緊張してるのが如実に分かるんですけど、でもやっぱりプレーで見せてくれると思うんで、結果とプレーで、ぜひともね、美濃君検討してください。頑張ってね。はい、この後楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張って。いや、なんか気軽ですいませんって感じですね、こっちはね。そうですね、こちらはもう見て皆さんと一緒に楽しんでいくというスタイルですんで、もう実際だって実際のサッカーでもこんなに直前の選手に話聞けることってないですもんね。確かにそうだよね、直前なんていうのは ね、一番デリケートな時期だから、そんな時に今ね、もうバシャバシャやってるわけでしょ僕ら。すいませんって感じだよね。さあ、そのプレッシャーに打ち勝ってどんなサッカーを見せてくれるのか、後ほど美濃選手は第3試合からの登場ということになります。ではこの大会のルールを紹介してまいります。こちらです。すべての試合は各地からオンラインで行われます。試合は6分ハーフ1試合で行われまして、同点の場合はどちらかが先に得点した時点で試合終了となるゴールデンゴール方式で勝敗を決定します。また利用可能チームは名古屋グランパスのみで、ゲーム内で登場するそれぞれの選手の能力値は85に統一されたモードで戦います。さあ、はぞめさん、このファミリーの皆さん、はい、このルール、ちょっとわからないなという方もいると思いますので、説明をお願いできますでしょうか。はい、承知いたしました。スライドに書いてある通りなんですけども、全選手の能力が85に均一されていて、唯一違うのはポジションごとに能力が決まってるんですね。で、例えばフォワードであれば同じ決定力でしたり、ディフェンスだったらボールを取る能力が同じなんですけども、例えば名古屋グランパスのフォワードといえばジョー選手だったりとか、あと金崎選手、山崎選手とかいますけど、みんな同じ能力をしております。でただ異なるところは、選手の身長や逆足の精度というところは、もともとの選手の能力がそのまま反映されておりますので、ジョー選手なんか190センチ超えてますし、金崎選手だったら180センチだったりとかするので、その辺は監督的な視点、誰を起用するのかというところも非常に重要になってきますし、あるいは、ね、背の高い選手を使った方がいいのかとか、若い選手でもなんか非常に背が高かったり、あるいは体が大きい逆足の精度がいいといった選手を選んだりとかっていうところもあるので、グランパスの選手をどれぐらい知ってるかというところも重要になってきますね。へー、じゃあもうパラメーターじゃこう分からないところが本当に各選手で反映されてるってことですね。そうですね、本当は能力自体は同じなんですけども、ちょっと背が高い選手の方が例えばヘディング微妙にやっぱ強かったりですとか、体が小さいドリブラーのような選手はやっぱりこう同じ能力でもよりドリブルのキレがあるみたいな、敏捷性がある、アジリティがあるっていうところがあるので、その辺は本当にグランパスの選手どれぐらいいるかっていうところが鍵になってくるのかなと思いますね。いや、選手起用ってとこですね、またね。じゃあもちろんね、サッカーゲームですね、自分でフォーメーションとかも決めれるので、グランパスのもともとの設定だと 4-2-3-1 になってるんですけども、よりちょっとゲーム仕様に変えていくのかみたいなところもちょっと楽しみですよね。確かにね、なかなかこうね、今のグランパスは見られないこう11人がピッチにいるっていうこともありうるとですね。そうですね、本当に若い世代ユースの選手なんかも、FIFA の中では登録されているので、そういう選手17歳18歳みたいな選手が J リーグに先駆けてこちらでね、ピッチに初めて立つっていう可能性もありますね。そこまで網羅してる FIFA がすごいそうですね、さらに金崎選手ももうグランパスの選手として登録されてますんで、合流してるんだ、はい、もう完全に合流して、多分みんなの選手としっかりね、調整してると思うので元気に走ってくれると思いますよ。すげえな、先んじてだね。そうですね、まさにサポーターの皆さんにとってもこんな光景、7月からまた見たいなっていうサッカーがピッチ上で今日見られる、そんな大会になりそうですね。面白そう、はい、さあ皆さん楽しみにしていただければと思います。
そして今日の大会なんですけれども、この名古屋グランパスオンラインチャレンジでは皆さんからのメッセージも募集しています。ツイッターですね、ツイッターハッシュタグ NGE チャレンジをつけて投稿をお願いいたします。たくさんの応援コメントお待ちしています。サポーターの皆さんもちろんですけれども、現役のサッカー選手の皆さんからもコメント待ってます。ぜひ下のツイッターのコメントも注目しながらお楽しみいただければと思います。陽介さん、はい、選手の皆さんどうですかね、ツイッターやってたりとか。今ね、はい、NG チャレンジハッシュタグで検索してるんですけど、はい、まだ誰もつぶやいてないですね。これはこの後ですねまだ皆さん貯めてらっしゃいますね。早く送ってください皆さん、応援エールをよろしくお願いします。お待ちしてます。ちなみにはずめさん、実際の EJ リーグでは、はいはい、本当に現役のアスリートのサッカー選手からツイートされたりありますもんね。そうですね、先日の EJ リーグで川崎フロンターレが優勝したんですけども、うんうん、まあ、決勝ゴールを決めたのが中村健吾選手だったんですけども、まあ、決めた後に俺決めたって中村健吾選手本人がツイッターでつぶやいてくれたこともありましたのでグランパスの選手もね、ぜひそこつぶやいてほしいですね。そこもちょっとグランパスとしても選手とファミリーの一体感の見せ所ですんで、うんうん、選手の皆さんもお待ちしております、ね、千葉ちゃんも俺決めたって言えるチャンスかもしれないんで、千葉ちゃん待ってます、はい、千葉選手見てるでしょうか、お願いします。お願いします。お願いします。お待ちしてます。さて、いよいよ頂上決戦の第一試合まもなく開始ということになりますが、その前にこの選手からメッセージが届いていますので、こちらご覧ください。名古屋グランパス太田光介です。皆さんこんにちは。新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除され、通常の生活に戻りつつある方も多いかと思います。もちろん皆さん一人一人の努力のおかげですが、何より感染拡大防止のため戦い続けてくださっている医療従事者の方々のおかげです。本当にありがとうございます。改めて感謝の拍手をお送りしたいと思います。ありがとうございます。 J リーグもいよいよ再開に向けて動き出すことができました。スタジアムで皆さんと会えるその日まで引き続きそれぞれが感染拡大防止に努めていきましょう。それでは名古屋グランパスオンラインチャレンジカップ、僕も楽しみにしています。参加者の皆さん頑張ってください。えいえいおー。はい、太田選手から明るいメッセージいただきました。よしきさんいかがでしたか。いや、歯が白いなと思ってね。そうですね、うん、まあでもなんかピッチでコメント取れたっていうのはなんかね、こう練習これから再開されるんだなっていうちょっと喜びもありますし、うん、ね、まあこうやって選手たちもエール送ってくれてるんで、今日の出場者全員頑張ってくれるんじゃないですか。グランパスの練習、うん、全体練習も明日から再開ということで、うん、ようやくシーズン再開に向けて本格的に動き出すというところで嬉しいですね。まあ、やっぱり、ね、サポーターのファミリーの皆さんもそうですけど、やっぱりもう選手たちにとってはもう生業ですから、うん、それがやってられるっていうのは本当に嬉しいんじゃないですかね。本当そうですよね。そういった中で、まあ、明日から練習再開ということですが、今日は皆さんでオンラインでFIFAをね、おうち時間、名古屋市内雨も降ってますんで、名古屋に在住の方はぜひこのオンラインチャレンジカップ楽しんでいただければと思います。さあ、試合開始、頂上決戦開始の時間が迫ってきましたが、うんうん、まあ、グランパスの試合前といえば、陽介さん、いつものありますよね。そうです、グラップでございます、はい、ね、今見ているご覧になっている皆さんもご存知の方も多いと思いますけども、まあ、グランパスのホームゲームでここ数年、試合開始直前にですね、選手入場の際にグラップという手拍子、クラップというこの拍手という英語と、グランパスっていうのを掛け合わせた言葉、グラップというのをやっております。これをぜひ今日はね、オンラインを通してですけども、皆さん一つになって今日の出場する選手たち全員に向けてと、そしてこのコロナの2ヶ月間ほど、ずっと最前線で戦ってた医療従事者の皆さんへのエールを込めて、今日はグラップをやっていきたいと思いますので、ぜひぜひここにいる皆さん手拍子していただきたいと思います、はい、ではグラップの準備よろしいでしょうか。ではいきます、お手を拝借、Everybody, grab your hands!
いやー久しぶりにこの音を聞きましたが、陽介さんまず掛け声していかがでしたか？いやスタジアムじゃないところでこんな風にやるなんて思ってませんでしたよね。はずめさん、リハーサルよりかはできましたか？はい、ちょっとできましたね。ちょっと上達しました。今なんか言葉にならない言葉が出てましたけど、あっつって。ぜひ今度はね、スタジアムに来て応援してください、グランパスのことも。はい、ぜひね、このコロナが明けて、はい、J リーグ再開しましたら、ぜひグランパスもね、その場に行って、ぜひ皆さんと応援したいと思います。待ってます。はい、我々も待ってます。はい、さあ、それでは間もなく始まります、この後行われます名古屋グランパスオンラインチャレンジカップの頂上決戦の試合、トーナメント表をもう一度おさらいします。はい、第1試合はこの後行われます JSL 推薦のタイポン選手と、昨日の予選 A ブロックを優勝しましたキレマユ選手です。上側のタイポン選手がホーム、赤いユニフォームを着て戦うことになります。そして下側のキレマユ選手がアウェー、白いユニフォームで戦うという、このオープニングゲームということになります。はずめさん、この2人の第1試合、オープニングゲームとなりますが、改めて注目ポイントはどんなところでしょうか？まあ、そうですね、まあ、改めてですけども、タイポン選手はね、推薦選手というところで非常に実力もありますし、まあ、普段 YouTuber でありながら、まあ、YouTuber って言うと、なんかちょっとゲームを面白おかしくっていうところをイメージされると思うんですけども、はい、しっかり実力を持ってるプレイヤーですので、それに対してキレマユ選手がね、どれぐらいキレのある攻撃ができるのかっていうのが楽しみですね。まあ、挑戦者キレマユ選手という考え方でいいわけですね。そうですね、本当にタイポン選手もFIFA を愛してやまないプレイヤーで、EA の公式アンバサダーみたいな形で海外のイベントに視察に行ったりとかするぐらい、本当に YouTuber としても実力も、サッカーの実力、FIFA の実力もあるというプレイヤーですね。なるほど、第1試合からレベルの高い戦いになりそうです。そして陽介さん、はいはい、今日のゲームすべてグランパス対グランパスというゲームが続くわけですけれども、ね、そういった中でどんなところ注目していきたいですか？まあ、やっぱり先ほどね、はずめさんも言われてましたけど、やっぱこうフォーメーション、ね、どういったこうシステムで来るのかっていうのと、あとはさらには選手起用ですよね。なんか奇抜なことやってくる人もいるかもしれないし、今のそれこそグランパスに乗っ取った王道でいくかもしれないっていう、そういったところからもちょっと楽しみですよね。そのあたりのゲームの専門的なところははずめさんに解説をしていただきながらということになると思います。さあ、それではまもなく試合が始まります。頂点に輝くのは一体どのプレイヤーになるんでしょうか？大変長らくお待たせしました、名古屋グランパスオンラインチャレンジカップ頂上決戦のスタートです。お、始まりましたね。今2人のプレイヤーが設定中だということで、ヨネとジョーですね、多分。あ、本当ですね、うん、似てますね。似てるね。あ、でこれはどちらでしょう、タイポン選手ですかね、2トップで。そうですね、おそらくこれホーム画面側が映ってるんで、タイポン選手側の設定になってますけども、フォーメーションは442を使うようですね。おへ、あ、まだ20番だ、中谷が。あ、そうですか、はいはいはい、ね、そか、そこは今4番ですからね。そっか、ね、そうですね。でも金崎いるな、やっぱり2トップだ、ジョー選手と金崎選手。うわ、楽しみですね。気持ち悪い2トップですね。まだ実現してないのに本当に。え、これ今どういう画面なんですか、これ。
ハズムさん。これ今ロード画面ですね。試合がもうセットされたのロード画面で、まあなんかこう練習みたいなモードになるんですけども、あ、なるほど、これが終わるともうすぐ試合という形ですね。あ、これでいよいよ始まるわけですね。名古屋グランパスオンラインチャレンジカップの頂上決戦のオープニングゲームが今始まりました。赤いユニフォーム、画面向かって左から右に攻めていくのが赤いユニフォームのタイポン選手、そして白いユニフォームがキレマユ選手ということになります。まずはキレマユ選手がボールを持っていきますが、しっかりとボールをカットして、そして今度はタイポン選手。いや本当そうですね。まずこう見て何よりも綺麗だなというのが陽介さん印象ですよね。いや本当にリアルですよね、選手たちの動きが、そのボールのさばきとかね。はい、今シャビエルでしょ。そうですね、そっくりですね、ボールの持ち方、ボール舐める感じがね似てますよね。左サイドからエリア内に入って、あれチャンスじゃない、これチャンスになった。フリーでシュートはどうか、ゴール前ギリギリ、フリーでボールを受けましたが最後はディフェンダーに阻まれました。いきなりチャンスを作ったのはキレマユ選手です。ショートコーナー、いや進行早いなこれ。今度はガブリエル・シャビエルがまたボールを持って、キレマユ選手がボールを支配しているここまでの立ち上がりです。またエリアの外から様子を見て、相馬勇気持つな。そしてカットしましたタイポン選手。はずめさん、6分って長いんですか短いんですか。もう世界大会では基本的に6分ハーフで皆さんやってますね。これが普通のルールです。タイポン選手決まりました。ワンチャンスものにしました。すげーワンチャン。そしてこれ金崎選手ですね。いやー初ゴールがまさかオンライン、すごいゴールが決まりました。オープニングゲーム、いや移籍後初ゴールがオンラインか、ムー、いやーこれは劇的、リアルでも見たいですね。ね、あの決めた後のガッツポーズがね金崎ムーっぽいんですよ、なんかこの本当にそうですね。え、はずめさん、今のゴールプレイヤー目線で見ていかがですか。いやもうあのお手本通りのカウンターでしたね、うん、スルーパスを出した後に逆 の, あのラインに向けてファーに向けてシュートを打つってお手本のような形でしたので、まあ、これをされてしまうとディフェンス側のキレマユ選手はもう何もできないなというところですよね。あのタイポン選手カウンターが持ち味だと事前に語ってましたんで、その得意な形がいきなり出ました。でも、ね、キレマユ選手もここのボールキープ非常にこのバイトルエラー丁寧にボール回しますよ ね, ねえ、うん、まだシュートにはいかない。フリーの選手を伺っていくが、しっかりとディフェンスの網、1点を追いかけるキレマユ選手の攻撃です。わ、体の入れ方いいなこれ。うまいですね。はずめさん、あの体を入れるというボタンもあるわけですもんね。そうなんですよね、ボタン一つ押すことでわざと体をボールに、あのトラップする前に相手の方に向かって体をぶつけるっていうテクニックもありますので、それで、ね、ボールとの距離をしっかり取るっていうようなあの判断もありますね。そして再びタイポン選手のカウンターになるかというところ。お、三四郎さんからなんかツイッター来てますよ。お、昨日戦った三四郎さんですね。タイポンさん、ミノさんと同じ島だなんて羨ましすぎる、キレマヨさん頑張れと。お、ここはね、今このカウンターしのぎ切ってまず同点いきたいですよね。まずはそうですね、1点を追いかけるキレマヨ選手です。昨日の予選にも出場しました三四郎さんからのツイッターも届いています、うん、さあ右サイド、うわうまいな、いい形、綺麗なワンツーですね。エリアの中に入って、ここまで行くんだ、ね、フリーだ、ここまでは行くんだ、さあシュート、あーバックの外、うわ決定的でした。今誰誰あのゴール前大チャンス吹かしたの。今シミッチ選手ですかね、ちょっとしっかりと確認できませんでしたけど、そうだね、多分シミッチ選手か、入ってなければ多分そうなんですね、長谷川リアジャスル選手かなと思ったんですけども、あ、なるほど、ちょっと今出てるか分からなかったんですけど、多分シミッチ選手でしたね。いやこれキレマヨ選手もありますねこれね。いやこのサイドから崩すっていうところに対してちょっとタイポン選手は追いつけてないので、うん、このチャンス何回か作っていくとそのうち入りますよね。まあ、逆にそのスタイルに慣れられると怖いってことですよね。そうですね、まあ、今のところ、ね、タイポン選手サイドはある程度やらせといて中を閉じるっていうところはできているので、それでこのカウンターですよね。うわ早いボール、ここまでもう持ってきた。やはり展開早いですね。早すぎるでしょこれ、実況追いつかないよねそしてキレマユ選手がやはりここまでつなぐのは非常にスムーズです。
でもこっから硬いね、タイポンさんね、タイポン選手、うん、さあここからシュートチャンスにどう持っていくか。ワンツー、キレマユがボールを回しているところ、そしてタイポンがカウンターを狙っていく。本当にタイポン選手は少ないパスの数で一気に相手陣地までボールを運んでいきます。いやもうアーリアのああいうプレーよく見るわ、試合中もね、うまくキープして、おっと左サイド、シャビエル、うわー、フェイント、切り返して、なんとかディフェンス対応。え、どの君も最近やってるんですよね、フィーバー。はい、このゲームやれ、今のフェイントできる、もうやり方はわからないです。どうやってやるんですかね、あれ。やってみたいです。テクニックだな。ね、タイポン選手はあの 4-4-2 というフォーメーションの中で、ね、金崎選手とジョー選手にボールを預けてからサイドのガブリエル・シャビエル選手と長谷川選手を使う動きが非常にうまいですよね。ツートップにボールが収まることによって攻撃にスムーズにあの移行できているので、カウンターがうまくはまっている印象あります。さあここもスペースを作って、ファーサイドも選手がフリーでいるが、宮を使った、ランゲラック、守護神、素晴らしい守り。いや、キレマユ選手も守ってるんです、うん、いい攻めなんですが、タイポン選手懸命の守りが続いています。うん、奪った、これは監督、これタイポン選手にとってはチャンスになりそうだ。うまい、流しが、そしてオフサイドはない、1対1になる、シュート、小林だ、そして終わった、ジョー来た、ジョー、これで2対0、タイポン選手2点目。いや、どっちもカウンターじゃん。いや、もう理想的な形ですよね、タイポン選手からすれば。いや、本当にカウンターという形でこぼれ球しっかりとねじ込んでいきました。これで2対0。いや、なんかね、ツイッターのコメントも来てますよ。あ、本当ですね、アレックスさん、出場する皆さん頑張ってください、とても楽しみです。いや、その皆さんの声に応えるようなレベルの高いゲームじゃないですか、ハゾメさん。そうですね、やっぱこう綺麗にね、明暗が分かれるというか、ね、あのポゼッションするキレマユ選手に対してカウンターをね、しっかり決めてくれるタイポン選手というところで、サッカーってのは難しいな、分からないなっていうのをね、よく表現してますよね。本当にリアルなサッカーと寸分変わらぬ、そういうお互いのサッカーの噛み合わせというところですね。いやー、でも、うん、ねえ、タイポン選手も本当守備のギリギリのあの最終ラインで本当によくボール奪いますよね。あ、もうあそこら辺まではやらせてもいいっていう印象があるんでしょうね。え、ちょっと待って、これもう終わったの？前半終わりました。あ、早い、あっという間ですね。早っ、あっという間に前半終了となりました。でももう2対0じゃん。そうですね、2対0で前半終了、タイポン選手が2点をリードして、この後後半ということになります。陽介さん、どんな前半だったというふうに見てますか？はいはい、めっさ早いっすね。早い、これから慣れていかないといけないです ね。でももう2点生まれたっていうね、やっぱこう点が生まれるとサッカー面白いですね。あと先ほどはずめさんも言ってた通り、そのもう分かりやすいポゼッションサッカーにね、カウンターっていうので。そうですよね。あ、もう後半始まりましたね。ここら辺が普通のサッカーと違うとこですね。これでも結構今ハーフタイムしっかり休んだなぐらいな印象がありますね。あ、マジっすか。もうゲームだといつもボタンポ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 ンと押してすぐ後半入ってしまうので、まあ、割と今回は休んだなっていう印象ありますよ。いや、多分あの僕らの喋りに忖度してくれたんでしょうね。多分そうだと思います。優しいな、この二人と思って思います。ハゾメさんから見て前半いかがでしたか？いや、 やはりね、あの先ほどから申し上げている通り、ポゼッションのキレマユ選手に対してカウンターのタイポン選手というあの構図がしっかりはまっている中で、まあ、後半ちょっとキレマユ選手はそのサイドから中に戻した時に、うんうん、丁寧に行く傾向があったのをどう変えるかですよね。修正どうしていくかということになりますが、うん、でもこれ誰も選手入れ替えてないですよね、後半になって。そうですね、今のところおそらく変えてはないんですけども、やっぱり70分ぐらいになってくるとスタミナが切れてきて、スタミナが切れるとスピードはもちろん落ちますし、まあ、決定力だったりジャンプ力だったりそういったところ全般落ちますので、まあ、そこでの選手交代起用というのが重要になってきます。でも1個のミスがもう致命的になるですね、この6分で。そうですね、本当にあの先制点だから非常に重要 な中で、タイポン選手が得意なカウンターで決めれたのは自分としても落ち着けることにつながったんじゃないですか。お前反転、うわ、クロスバー、これは決めときたかった、阿部選手、阿部ちゃんだ。今見事な反転からシュートに持っていきましたが、ね、ゴール前向いたのに、
いや今ね左足で蹴ると思ったところをキックフェイントでわざと止まって中に切り込むっていうね、そこも相手の逆を突き切ったんですけどね、シュートが入らない今日は。あでもこれどうか、あ1個出してかわして決まりました、来た、うん、1点追いついた、切れまよ選手これで1点を返して2対1。いや再三チャンス作ってましたが、ここも金崎選手またムーダー、両チームともに金崎選手大活躍。いやはずめさん、1点取ればまたちょっと流れ変わってくるものですか、ゲームでも。まあね、よくサッカーは2対0が一番危ないなという話もありますけども、はい、これいい形で、ね、点取れましたし、まあ、ちょっと今まで、ね、なかなか点取れなくて流れが悪い中で、まあ、これ取れたのは大きいですよね、後半早い時間帯に。まだ時間はあります、2対1。さすが切れまゆ選手、昨日の予選を勝ち上がってきただけあります。1点を返して、逆に なんかこうやって俯瞰して見てると分かんないですけど、細かくみんなフェイントめっちゃ入れてますよね。そうですね、あのボールを置くとこ一つに対してもやっぱフェイントじゃないですけども、おっとチャンスですね、これは。あ自らオフサイドと判断したんでしょうか、追いかけませんでしたそこまでプレーできるんですね、リアルだなさあここも前が空いているが右を使う、あこれ今グラップが聞こえる、グラップが本当ですね、ゲームの中でもグラップ聞こえます、うん、うーって言ってた陽介さんもきっといますね、ここ。あ、これいますね。これ黙ってたら僕叫びますかね。さあ、同点なるか？中から。上から金崎！シュートにはいけない。うん、いや、緊張感が本当にあります。ねえ。いや、一瞬ゲームであることを忘れるぐらいの緊張感があります。やっぱ、キレマエさんのそのゴール前のちょっと、怖さありますね。そうですね、このバイタルで2人3人うまく使いながら崩していくので、それでいてね、もちろんフェイントで1人で単独でも突破できるところをさっき見えましたし、うん、これをどう止めるかはこの後タイポン選手結構悩むところですよね。ちょっとタイポン選手は後半までいい形作れてませんもんね。そうですね、どちらかというとなんかあのキリマヤ選手の方が割とカウンター目にこう前に速くなった印象ありますよね。左のサイドからショート近いサイドフリーだ、同点、同点だ、金崎選手がまた決めてきました。これ流れ来たぞ、これ切れまゆ、切れまゆ選手苦しんだ時間長かったんですが、ついに同点。うわ修正してきたな。いやこれどうでしょう、タイポン選手としてはかなりはずめさん気持ち追い込まれるんじゃないですか。そうですね、まあ、2-0、まあ、危険なスカートが本当に、ね、先ほど申し上げた通りですけども、なかなかに 2-0 からの逆転ないんですけども、ちょっとこれ後半ガガガッと一気に点取られたのは印象として良くないですよね。あタイポンさんテコ入れ入ってんじゃないですか、これタイポンさんメンバーチェンジ、誰入れるんだろう、阿部選手がボランチに入りましたか。そうですね、で相馬選手が右のハーフに入った感じですかね。あじゃあベンチからは交代してないってことですか。あベンチからあの相馬選手ですかね、右に入りましたね、阿部選手がボランチに入った感じですかね。さあ2対2、残り時間はおそらくこのゲーム内での時間であと10分ほどということになりそうですね。もうワンチャンスじゃないですか、うん、これ次のチャンスどちらが決めてくるのか。あ両チーム変えてるね。そうですね、さあ2対2、このゲームに勝ったプレイヤーが名古屋グランパス e スポーツアンバサダーの美濃選手と戦うということになります。いやこれ美濃くんどういう気持ち見てんだろうね今ね。どうなんでしょうね、いや、まあ、うまいなって2人ともうまいですからね、どっちが来てもっていうところありますよね。さあ切れまゆ選手が油断してた、油断してた、油断してた、ミノ君油断してた意外とリラックスしてましたね、リノ選手は。それぐらいの気持ちの緩みがあってくれてよかったよかった、うんうん、なんかガチガチだったらどうしようと思ったけど意外とリラックスしてたようで安心しました。ちゃんと言ってあげてくださいよ、抜くんなら抜くってそんなサプライズあります。わこれうまいよ、切れ前選手が中にもいる、中にもいる、選択肢マイナスのボールから、あでもタイプ戻った、あ金崎選手逆足ふかした、左足でのシュートでした。ベルガモ翔太さん2人ともうまい、ディフェンス簡単に取り込まないところとかって飛び込まないかな多分これね、飛び込まない、うん、タイポンさんちゃんと最後踏ん張るもんね。確かにそうですね、
縦のボール今もね上からシュート、うん、おーすげえボレーシュート、ワールドクラスのシュート、ボレーシュートが出ました。まあセットプレーだこれ、もう80分回ってます。うわーこれも本当ワンチャンスでしょう。中央からなんとか対応しています。あちょっと繋ぐなこんなところで、もう本当にグランパスっぽい、ほとんどクリアする選手っていうのがまだこのゲームではありません ね、まあ、なかなかねこの6分ハーフだと時間短いのでボールを大切にしなきゃいけないので、なるほど、クリアするメリットあのよりもボールをあの相手に渡すっていうデメリットの方が大きい印象がありますね。あなるほど、そこら辺がまた6分のゲームって感じですね。そうですね、45分がねギュギュッとね凝縮されて6分になってるわけなので、わうまいな、いい形、白いユニフォームが3人上がってきている、これは決定的シュート、どうか守ったランゲラック、いや今のはこれランゲラックナイスキーパーでしょ、これさすが守護神という守り。さあ残り時間あとわずか、これが最後のチャンスになるかタイポン選手。えこれゴールデンゴールいくんでしたっけ。そうです、あの同点だった場合はそのままもう1試合という形にしてどちらかが得点をするまで試合を続けていきます。さあチャンスになりそうだ、でもなかなかやっぱカウンター効かなくなってきたね。ちょっとこれキレマヨ選手が対応してきたとはずめさん言うことですかね、あとはディフェンスラインをもしかしたらちょっと後ろに下げたかもしれないですね、ライン設定を。はあ細かこう10段階であの前からプレス行ったりとか後ろに引いたりとかもできますので、なるほど、カウンターにしないようにあのスペース潰しましたかね、きっとこれで90分終了。すごい2対2、レベル高いゲームですね、うん、90分で決着つかずということで、ここから先はどちらか決めたら終了ということでゴールデンゴール方式ということになりまして、うん、より緊張感の高まる試合ということになります、うん、はざめさん90分、これどうですか。いや本当にねあのカウンターの、ね、タイポン選手とあのポゼッションのキレマヨ選手という構図から、まあ、後半に変わると逆にキレマヨ選手がちょっと引きつつ逆に、ね、キレマヨ選手側の方がカウンターしてそれがうまくはまって同点になったっていうところで、まあ、これ今非常にキレマヨ選手はやってやったぞと、このまま90分過ぎましてもゴールデンゴール取ってやるぞっていう勢いを感じますよね。やはり勢いという意味では陽介さん、うん、キレマヨ選手が今後半2点取って勢いあるんですかね。いや確実にこれあのタイポン選手は修正していかないとカウンターが完璧には封じられてるんでね、うん、そこの部分の振り感はもうどうしても否めないかなと思いますよ。でこれでまた再試合ということになるのでスタミナもまた初期設定化ということに元に戻るはずめさんわけですよね、うん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 、そうですね、あの前選手もしかしたらフォーメーションをもう一回変えれるところもあるので、あそうか、まあ、選手起用とかももう少しはもう一回考え直せるかもしれないです。これは守備的に行くべきなのか、それとも1点を取るために攻撃的に行くべきなのかという判断もまた委ねられてくるわけですね。うん、まあ、ポゼッションしてくるキレマヨ選手、なんかイメージとしてはやっぱこう心理的にはポゼッションされると焦ってしまうので、タイポン選手も結構攻撃的に行くんじゃないかなと思いますね。さあゴールデンゴール方式の再試合という45分前半がまず始まりました。もう決めたら終わりってことでしょ。そうです、決まった瞬間に終了します。タイポン選手が攻め上がっていきます。やっぱタイポン選手も守ってられなくなってきますよね、こうなると。さあ少し高い位置でボールを奪い返したキレマヨ選手、かなりラインを高く設定していますタイポン選手。米本、んどういくか。わでもじりじり来るね、少しずつ少しずつ裏に出して中を見ようというところ。マイナスのボール、シュートはクロスバーこの試合キレマヨ選手何度目でしょうか。前を向くか、ここはシュートは、いやこれはどうだ、クロスバーに入ったが決まりました。ゴールデンゴール、阿部ちゃん、阿部ちゃんが決めた。陽介さん今スタジアム DJ っぽかったですね。いやもうこれはだって大興奮でしょう。素晴らしいゴール。あのなんならこれ VAR 見たいぐらいですかね。 VAR 出ますかね。 VAR とかあるんですかね。いやすごい、これ入ってたの今。入ってたっぽいですね。うん、入ってましたね。いやすごい。いやこれでキレマヨ選手2点を追いかける展開だったんですが、そこからの結果的には逆転での
勝利ということになりました。タイポン選手負ける。そうですよ、構図としてはキレマヨ選手が挑戦者になりますねという話はゲーム前にもしていたんですが、ハザメさん、キレマヨ選手勝ちましたね、はい。いやーね、本当に試合の中でうまく調整してアジャストして相手のプレーが何してくるのかって分かったところで後半から一気にギアを上げて変えてそのまま得点して、そして延長戦でゴールデンゴール一発で決めきるあたり、いやこれキレマヨ選手強さが見えましたね。いやーやはりすごい、だって 2-0 から負けてた状態っすよ。結構心理的には2点取られてると焦るもんっすよね。そうですね、まあ、サッカーゲームよく3対0になったらほぼゲームセットなんですね。もう 3-0 返すのはできないんですけど 2-0 でも相当厳しいんですよ。それをね、後半だけで追いついて、そして延長戦でね、そのまま攻撃しきるっていうあたりはキレマヨ選手すごいですね。ダークホースや。いや、さすが昨日の予選を勝ち上がってきたその勝負強さというところもやはり見えましたよね。いや、オープニングゲームならではの非常にレベルの高いゲームということになりました。美濃選手にこの後ね、キレマヨ選手と美濃選手戦うことになりましたが、美濃選手話聞けますかね。あ、今回準備してました。今回準備しました。スマホは置いてある。大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。今のゲーム見てましたよね。見てました。どうでした？いや、キレマヨ選手のサッカーが結構ゴール前自分と似てるなって思って。そうですね、ゴール前のパス回しとか落ち着き方とかちょっと気をつけたいなって思いましたけど。なるほど、はい。もう自分の中で対策練れた？いや、練れてないですね。これから感覚ですね。もう感覚。はずみさんから何かかける言葉はありますか？いや、美濃さんがおっしゃってた通りなんですけど、割とねエリア内でボールで待ったりとかフェイント簡単にしながらシュートを結構貪欲に狙っていくあたりは結構美濃選手と似てるところもあって、これ結構強敵になるんだろうなと思うんですけども、何対何で次勝ちたいと思ってますか？3対1ですかね。おお、やっぱ攻撃的にいくと。そのあたりのプランももう頭の中ではシミュレーションがちょっとできてきて。はい。また込み上げてきてるやん、緊張が。頑張って、はい、もう1試合スタンバイということになりますので、ね、はい、美濃選手もう多分本当に試合直前になるんで、多分この画面抜かれることはないと思いますので、はい、集中力を高めていただければと思います。はい、どう楽しみにしてま す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではこのオープニングゲーム勝利しましたキレマヨ選手と電話がつながっているようです。キレマヨさん、はい、こんにちは。おめでとうございます。こんにちは。素晴らしいゲームでした。素晴らしいナイスゲーム。ありがとうございます。今お気持ちいかがですか？そうですね。最初に2点取られてちょっと焦っちゃったんですけど、そこから気持ち切り替えて、3点取って逆転できてよかったです。いや、本当に2対0で心理的に厳しかったと思いますが、あの瞬間どうでした？2対0になった瞬間は。そうですね、正直最初に2点取られるとは思っていなかったので、うん、ちょっと、焦ってしまいましたね。なんかもうやりきった感ぐらいな、ちょっとね声が聞こえてきますね。消耗感がだいぶありましたよね。うん、やっぱずっと集中してたんですか？そうですね、すごく緊張してました。でもその中で3対2、すごい。うん、ありがとうございます。はずみさんからいかがですか？ハーフタイムとかでなんか選手の交代、あるいはまあフォーメーションチェンジ、あるいはディフェンスのラインの設定とかって、あの辺とか何かされたんですか？そうですね、前半は、サイドバックも上げる攻撃的な、少し攻撃的な戦術にしていたんですけど、それが原因でちょっとカウンターを食らって点を取られてしまったので、守備戦術は少し固めにして、攻撃戦術は、少し攻撃的な戦術に変えました。なるほど。僕ね、最初 の、 立ち上がりもガブリエル・シャベリー選手が左で持って、左サイドバックの太田選手がそれを追い越すような動きがあった、そこを、ね、結構裏狙われたところもあったので、前半はそこをしっかり、ね、前半ハーフタイムのうちに修正してきたっていうところは、まあすごく監督的な視点があったのかなと思いました。いや、もうコメントが監督だもん。
本当にすごい。で、キレマヤ選手、このあと次ですけど美濃選手と対戦ということになります、はい、いかがですか。そうですね、トッププレイヤーと、対戦できるのでとても楽しみです。あの美濃選手、先ほど聞こえてたか分かりませんが3対1で勝つというふうに言ってましたよ。そうですね、正直美濃選手とはちょっと実力差があるのでほらまたスマホいじってほらこのスマホいじってだから抜くとき教えてあげなさいって。美濃さんいじりがちょっとこの配信なかなか本当に覗き部屋じゃないんだから本当に。あの切り前さん気づいてな、あの見てらっしゃるか分かんないですけど美濃選手ちょっと今リラックスしてました。そうですか。どうの雲煽るね。いやそれだけねこの後の戦いが楽しみですんで、じゃあ逆にキレマユさん的には美濃選手当然倒すつもりでいくと思います。何対何で勝ちたいですか。そうですね、ギリギリで1対0ですかね。うお僅差や。また面白いゲームになりそうですね。ではまた次のゲームは、まあ、第3試合ということになりますので一つ試合、まあ、お休みできるということですのでその間にしっかりとエネルギー蓄えておいて次に備えていただければと思います。はい、まずは第1戦勝利おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。いや素晴らしい戦いになりました。これがオープニングゲームということでキレマヤ選手が第3試合で美濃選手と戦うということになります、うん。では続いてのゲーム第2試合、ユージョーカー選手 JSL 推薦と昨日の予選を勝ち上がりましたコーデー選手の第2試合が始まります。まもなくユージョーカー選手とコーデー選手の第2試合です。おいじってますね。4-3-3でこれがおそらくホームのユージョーカー選手が赤いユニフォームですので、ユージョーカー選手 4-3-3 でどうやら戦うということになりそうですね。あれ石田とかいたよ今サイドバック。石田さんルーキーですよね、うん、石田選手は19歳です。で入団したばっかりだもんね。そうですね、石田選手使ってくるということで右サイドバック今ちょうどそういうコンバートされ方してますからね。はい、うん、まあ、クラブ最年少出場16歳8ヶ月で天皇杯ではもうすでに果たしてますが、その石田選手の活躍も楽しみに見ていきましょう。ユージョーカー選手とコーデー選手のこのオンラインチャレンジカップの第2試合が今始まります。赤いユニフォーム、画面向かって左から右に攻めていくのがユージョーカー選手、そして白いユニフォームがコーデー選手ということになります。右から左に向かって攻めていきます。お、ナルセも出てますね相手。あ、若いチーム編成で来てますね。さあ左サイドからいきなりチャンスを作っていく。なかなかクロス上げませんが奪い返しましたコーデー選手です。昨日の予選を勝ち上がってきました。プロ e スポーツのプレイヤーも破ってきたというコーデー選手です。あ、そうかそうか、ジャイアントキリングをすでに成し遂げてこの舞台に勝ち上がってきています。そういった意味で波染さん、自信をつけてこのコーデー選手もこの戦いに臨んでそうですね。そうですね、やっぱプロ相手に勝てるっていうのは結構自分に自信が持てるきっかけになりますので、はい、その勢いそのままにっていうところあるでしょうね今日も。まあ、ユージョーカー選手もあの先日のこの EJ リーグという大会で実績を残したことによって昨日先週ですかね、先週あの名古屋グランパスからあの彼専用のユージョーカーって入った背番号入りのユニフォームを提供されていたので。そうなんですね、はい、まあ、人並み以上にこう勝ちへの意欲っていうのは今日はあると思いますよ。さあチャンスを作っていきなり決めてきた、ユージョーカー今スルーパスがうまかった、釣り出してったっすね今ディフェンス。フリーを作ってユージョーカー選手いきなりの先制点。波染さん、ここもフリーの作り方がうまかったんじゃないですか。そうですね、やっぱ右から突破したところに対して食いつかせて中、あ、それもフォワードに当てるんじゃなくて1個手前の選手に、ね、当てて食いつかせた後に裏へスルーパスを出すっていう、いや綺麗な形でしたね。なるほど、
でもやっぱりこうさっきの試合と全然違う雰囲気ですね。確かに戦い方が違うとこんなにサッカー違うんだ。そう、相馬出すな、前に一度止めて一度外に預けます。中を使って1点を追いかける高齢選手。いや、この前から奪われました。ユージョーカー選手は丁寧なサッカーと堅い守備が持ち味、高齢選手は攻守にわたってアグレッシブにいくということで、まずはユージョーカー選手1点を先制しています。ここはオフサイドはありません。ディフェンスが対応してランゲラックがボールを掴んでいます。でも両チームともジョーを使ってないですね。そうですね、まあ、ジョー選手は逆足の精度は確か低かったんですよね。でそういうところを嫌ってる可能性ありますね。なるほど。ジョー選手このゲームにおきまして逆足の精度は3、まあ、一般的な数字ですけれども、うん、あの金崎選手が4で阿部選手が5というところなんですね。ここは金崎、その金崎ですがボール奪われました。やっぱなかなか打てないですね、フリーでシュートが。やっぱりこう無理な体勢で打つとシュートが弱くなってしまうので、よりフリーになるためにゴール前で一コネ二コネするんですよね、トッププレイヤー。そこを逆にこう彼らはフェイントが来るっていうのを分かってるんで、その出た先をフェイントした先を潰してくるんですよね。やっぱりこうゲームをやり尽くしてるかどうかっていうのも一つキーになるわけですか。そうですね、もちろんやっぱこのゲームならではの動きですが、まあ、仕様といいますかこう入りやすいポイントみたいなのがやっぱありますので、うん、まあ、そこを分かっている上でディフェンス側は逆にそれを潰しに来るので、そこの駆け引きはありますね。もう今のスローインをボール取るときもちょっと足でやるあたりがなんか生々っぽいですね。細かいところがまたいい。何ですか今のパスは。何ですか今のパスは。まあ、結構こうおしゃれなパスとかもね、あの自由自在に出せるので、それもねちょっと注目してほしいですよね。今のもこうそういったコマンドをして出したということですよね。そうですね、1点を追いかけるチームとは思えないおしゃれなパスが出ました。確かに見せるプレーを好きなんだね多分ね。はい、好かれるよそういうチームは。そうですね、うん、自分たちのスタイル、美しいサッカーを貫いて逆転を目指していただければと思います。さあユージョーカー選手がボールをつないでいます。まだ選手は前線にはそれほど多い人数かけていませんが、中ダイレクトでヒール。うわ、これ1点取ったの大きいんじゃないですかこれ。結構試合自体は結構ユージョーカー選手押してますからね、うん、この勢いで2点目取るとこの後半もね動いた後もそのまま押し切りそうな感じがしますけどね。金崎選手体強っ。中に入れて奪い返しました。成瀬選手が奪いました。そして逆足精度が5の阿部選手から前田選手。あ、ここで奪った。いや、ユージョーカー選手やはり堅い守備自ら語ってましたが、うん、このあたりも非常に能力高い、レベル高いですね。はずめさん、そうですね、やっぱこの彼11対11のモードでも結構中盤とかやったりとかするんですけども、まあ、本当に攻守にわたってあのポジション中盤締めて、まるでカンテのようにどこ行っても彼がいるみたいな、本当に非常に守備が堅い印象ありますので、この守備破るのはなかなかコーデー選手も難しいんじゃないかなという印象を受けますね。じゃあここまでの展開はユージョーカー選手の勝ちパターンにもすでに入ってきているわけですね。うん、4-3-3 というフォーメーションでサイドでボールを持ちながら中に当ててというところなんですけども、中盤のね 4-3-3 の中盤の3枚のうちの前の2人がうまくいいところポジション入ってくれるので、金崎選手がフリーでボール持てるようなチャンスがだんだん増えてきてますね。ここフリーで待ってるぞ。わあ、もう一度シュート。ジョアン・シミッチ、シミッチ決めてきました。2対0。ジョアン前が勝ってたもんな、さっきからずっと。いやー、これで2対0、ユージョーカー選手2点リードということになりました。ジョアンこんなに前で張らないけどね、リアルだと。確かに。2点目が決まって、これで、まあ、コーデー選手2点ビハインドになりました。まあ、オープニングゲームではまたここから一つドラマ生まれましたから、はずめさんまだ分かりませんよね。そうですね、まあ、ここから、ね、しっかり切り替えてまたハーフタイムの間に守備の戦術、攻撃の戦術も変えれますので、まあ、相手が結構中盤から上がってくるところをしっかり抑えてあげれば、まあ、逆にカウンターの形が作れるんじゃないですかね。
2点を取ってユージョーカー選手かなり今の時間はディフェンシブに来ているようです。まあもう時間ないですもんね。ここは守りたい。うん、いやユージョーカー硬いな。これで今前半終了ということになりました。うわちょっと完璧ユージョーカー選手ペースじゃないですかこれ。そうでしたね。前半はちょっとフォーメーションをご覧いただいてますけど、今 4-3-3 のこのフォワードがちょっとへっこんだようなゼロトップみたいな形にしていて、まあ、金崎選手がボールキープしてサイドの選手が中に入ってきたりですとか、点を取ったシミッチ選手ですとか相馬選手とかがこう上がってきたり中に入ってきたりというところにちょっとマークがつききれてない印象がありましたね。細かいな。ゲームプレイする方じゃないですよね。もう監督目線が大事ですね本当に。そうですね、選手も一人一人例えば裏に走れとかちょっと中盤に引いてポジションに参加しろとかも全選手できるので、そういうところでこのフォーメーションが今ユージョーカー選手はうまくはまってるのかもしれないですね。あ、そしてジョー選手がこれおそらくキレマユ選手がジョー選手を投入したということになるんでしょうか。いわゆるパワープレーですかこれですかね。あ、でもジョー選手いませんね。いないね。じゃあユージョーカー選手がおそらくジョー選手を投入したということになりそうです。あ、なるほど。あ、いますね。ユージョーカー選手がジョー選手を投入しています。あ、今流したけどやっぱ取られたかなってやつね。そうですね。あ、うん、リアル本当ですね。あ、そして一度これは相手のフォーメーションも同じですね。全くの同じフォーメーションで戦ってたわけですね。これ今何やってるんですか。ちょっとどっちがポーズしたか分からないんですけども、まあ、相手のこれフォーメーション変えるとこうやって動かしてるとこっちにも反映されるんですよ。で例えば相手が 4-4 に変えたらじゃあこっちもフォーメーション変えようとか戦術変えようというところになるのであれで確認してたってところがあります。すげえ、俺の知ってるサッカーゲームじゃないですねもうね。これスーパーファミコンとは全然違いますね。そこで止まってるわけじゃないですからね。いやでもすごいな、そんな言葉で同じようなゲームやってますけど考えたことないな。それだけ奥深く作ってやるゲームというのがまたすごいですね。ジョーはやっぱ強い。ユージョーカー選手、あ、まだユージョーカーボール、強いシュートにはなりませんでした。阿部選手のシュートでした。後半も今10分経過というところになりました。依然として2対0、ユージョーカー選手のグランパスが2点をリードしています。これ長谷部さん、コーデ選手どうしたらいいんですかね。そうですね、コーデ選手ちょっと難しい時間帯が続いてますけども、ちょっとこれ今のままだと押し切られてしまうので、例えばフォーメーションを 4-4-2 とかにしてサイドのハーフもガンガン上げたりとかサイドバック上げたりっていうふうにちょっと攻撃的にいかないと厳しいなという印象があるので、相手の選手に飲まれないようにしたいですね、ペースに。ここもユージョーカー。あー、ランゲラックよく出た。え、ここ、おお、マイボールでした。びっくりした。やはり先ほど話していた相手ボールになるべくしたくないという中で、ここはコーデ選手サイドから、あ、ジョー入ってますね、入ってますね。左サイドからここはどうか、フリーでフリーシュート、ーランゲラック、これ決まってたらちょっと流れ分かんなかったねこれ。いやこれいいとこだったな、ランゲラック。あ、左手で、左手、うわ、あれ止めるんですか、ランゲラック、さすがですね。さあ、いじってきてるのはユージョーカー選手ですか。ですね、赤いユニフォームが映っています。お、アーリア、アーリアですね、右のウィング、ジョーをウィングでこうみんなポジショニングさせてるってすごいな。今ハゾメさんどういったことをしてたかっていうのは分かりましたか。おそらく、長谷川アリアジャスル選手、まあ、ストライカーのこのゲームの中では設定してあるんですけども、彼を中盤に入れていたので、まあ、前線の選手でキープして彼が持ち上がってきてそのまま長谷川選手にパス出してシュート打たせるみたいなイメージをしてるかもしれないですね。ここはシュート、うわ、難しい体勢からのシュートでしたが、ここもランゲラックが抑えています。もうユージョーカー選手としては時間をちょっと使いながらという展開にもなってきそうです。ここもキープ、長谷川アリアジャスール、
米本から前を見て、お、通っていれば決定的でした。でこっからだよね。いやただハザメさん、ユージョーカー選手も盤石ですね、うん、そうですね、やっぱサイドバックも上げてこないので、なかなかね後ろに裏をつくようなスペースがないので、こうですねちょっと攻め手が今ないっていう状態なんですよね。ちょっと人数かけながらこう守備、あのどうしてもねあのコンピューターでマークつくところもあるので、その辺の穴をうまくついていきたいので、ちょっとフォーメーション変わりなりしないとこの後押し切られてしまいますね。ちょっとここまではコーデー選手なかなかチャンスを作れないという展開に続いています。さあ奪い返した、一矢報いることができるか、コーデー選手。これ上がり待たないとね。そうですね、うん、白いユニフォーム徐々に上がってきてます。あ、さすが米本。いやー本当だね、戻りがしっかり、うん、それぞれね選手によっては攻撃意識や守備意識っていうところもあって、あのしっかり守備の時に戻ってくる時意識高いとかっていうのもあるので、あ、まあ、米本選手はその辺しっかりね戻ってくるようにあの設定されてると思いますよ。まあ本当ね、クローザーですからね、うちのね、うん、もう残り時間は徐々に少なくなってきています。依然として2対0、前半2点を取ったユージョーカー選手がそのままリードを守り続けて、残り時間わずかになっています。若手成瀬上がってけ。そして米本、あでも前線枚数も出てきた。あでも、もうね中にはね入れさせてくれないんですよね、なかなか。もうユージョーカー選手しっかりと守りを固めてますので、そこを破っていくのはまたより一層難しくなってきそうです。んでここサイドバック上がったところをうまくついてきません、ね、ユージョーカー選手も。さあ残り10分、まずは1点返したいコーデー選手です。おでもここ2対2、ゴール2対2、フェイントかけた、ジョーがまだ打たない、打てない、マイナスのボールから反転シュート、いやー枠の外。なんかよく見るわああいうの。金崎選手点を仰ぎました。サッカーでよく見る。残り時間は10分しかります。しっかりサイド人数使ってボランチの選手も上がってきて、最後ねフリーで打てたんですけどね、ちょっとあれ外してしまうとプレイヤー側からするともうどうしようもねえなっていうところですよね。まあ、時間帯もね考えるとってところですよね、うん、ちょっとね疲れてきてシュートも精度落ちてきてるところもあると思うんですけども、いやあれは決めてほしいって思ってるでしょうね。1対1まだ打たない、いやらしい、ラキラキ、うん、足技を見せていきました。いやコーデー選手としては昨日の予選で、まあ、プロのね、e スポーツ選手でもあるロッキー選手を破ってこの舞台に上がってきましたが、ちょっとどうでしょう、緊張で本来の力を出し切れていないという部分も、ハザメさん、もしかしたらちょっとあるのかもしれませんね。そうですね、あるかもしれないです。いつもあったらもうちょっとゆっくりテンポでボール回していくとかあったかもしれないんですけども。はい、さあ、最後にチャンス作れるか。あ、でもこれフリーキックじゃない？フリーキック。うん。早い。あ、ショートでいった。あ、あ。ユージョーカー選手奪います。ちょっとこの辺もねちょっと焦りが見える ところですよね。まあやっぱそこら辺は経験値っていうのもあるんですかね。そうですね、やっぱ大会で出た時の振る舞い方といいますか、試合を閉じる動きってのはユージョーカー選手もうまいですよね。うまい。もうアディショナルタイム入っています。最後に1点返せるか、阿部から、うん、硬い、うん、守りが硬かった。2対0で試合終了。ユージョーカー選手が勝利を収めて次のゲームに進出ということになりました。完封だな。そうですね、いやしっかりとした盤石の試合運びをユージョーカー選手が見せました。陽介さん、どのように90分見ましたか。いやちょっとユージョーカー選手のちょっとあのプラン通りだったんじゃないですか、これは。あざみさん見てどうでしたか。まあ、そうですね、おっしゃる通りでね、本当にこう自分で守備ブロックを固める守備っていう、本当にあの彼が得意としているところがしっかり光って、もうねこれはね破るの難しいんじゃないかってぐらい、うん、あの盤石な守備でしたからね。うーん、でもこういうのって相性はやっぱあるんですよね。
まあ、多少はねやっぱこう守備のスタイル攻撃のスタイルあると思うんですけども、はい、ある程度こうボールを持った選手に対してどうプレスに行くのかっていうところとか、あと判断、ボールがフェイントかけてちょっと例えば足から離れた瞬間にプレスに行く技術とかっていうところもあるので、はそこがでも本当に判断が早かった印象ありますね。やばいなこれ、強いっすねこれはちょっと強かった、本当にあの横綱相撲だなって思うぐらい。なるほど、90分通じて本当に点取ってしっかり守るって、前半点取って後半守りきるっていうのは非常に安定していた印象がありましたね。では実際その盤石の試合運びを見せました、ユージョーカー選手と電話がつながっています。ユージョーカー選手こんにちは。あ、こんにちは、おめでとうございます。ありがとうございます。いや盤石でしたね。そうですね、実は相手のコーデ選手なんですけど、ほういつも FIFA やってる友達なんで。あ、じゃあ今友達とオンライン対戦してただけですか？いやそうですね、結構違和感あったんですけどそうなんだ。え、ちなみに勝率とかはいつもどうなんですか？いつも勝ってます。うわいやそういうとこですよね。もうじゃあ分かってんだコーデ選手のプレースタイルを。そうですね、昨日の予選から見ててカウンターしかなかったんで完璧ウェベ戦や友達だけにちょっと強気ですね強気やサッカーが苦手な感じだったんで、落ち着いてビルドアップをしてって感じで試合を運びました。なるほど、これはあかんわ波止さん いかがですか、友情家選手に何か。はい、あの今回フォーメーションの4-4-3、4-3-3の、はい、あのちょっとフォワードが引くようなフォーメーションで、でも相手のコーデ選手が同じところをしていたってところは、実は2人ともなんか練習の中でこれ 4-3-3 がハマるんじゃねっていうのを実は確認していたとかあったんですか？そうですね、前の EJ リーグの時は 4-2-3-1 使ってたんですけど、そこから練習していろいろ試しながらでこれが一番しっくりハマったんで、今回 4-3-3 の CF のタイプを使うようになりました。じゃあここでもこれちょっといい感じで 4-3-3 っていう風にもお伝えしてたんですか？そうですね、昨日の予選までの練習で結構2人でお互いアドバイスしながら高めていったって感じですね。ライバルでもありながら良き仲間っていう感じですよね。そうですね、じゃあそのライバルであり、まあ、友達でもあるコーデ選手に何か この後メッセージを送るとしたらどんな言葉かけますか？いやそうですね、コーデ選手の分まで優勝できるように頑張っていきたいと思います。ユージョーカー選手はこの後ブルービーズ所属の若選手と第4試合で戦うということになります。あの若選手は友達じゃないですか？大丈夫ですか？友達じゃないですね、でもEJ予選の決勝で当たった選手なので、リベンジされないように頑張りたいと思います。その時はユージョーカー選手が勝った。はい、じゃあ向こうも燃えてるね。じゃあそうですね、なんか配信を以前その予選の時拝見しましたけど、結構あのシーソーゲームで延長で PK でみたいなところだった意識だったんですよ。合ってますよね？そうですね、90分最後の方でジョー選手が PK を決めて勝利しましたね。いや楽しみ。じゃあまた次のゲームも因縁深い対戦ということに友情家選手になるわけですね。そうですね、自分も緊張してます。こちらも楽しみにしてます、うん、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ第2試合が終了ということになりましたので、改めてトーナメント表を見ていきます、はい、第1試合第2試合終了しまして、次の第3試合では名古屋グランパス e スポーツアンバサダーの美濃選手が満を持して登場、うん、第1試合勝利をしましたキレマユ選手と対戦ということになります。そしてその後の第4試合準決勝ではユージョーカー選手、今勝利したユージョーカー選手と若選手が戦うということで決勝進出をかけた一戦になります。いやもう本当にこれまでの2試合ともにレベルの高い2試合でした。波止さん、いよいよ美濃選手登場ですが、はい、これはプレッシャーかかりますね。そうですね、ちょっと思ってこのレベル高いぞこの大会っていうね、思っているんじゃないですかね。今ちょっとスマホいじる余裕多分きっとないと思うんで、あの映さないであげてください。そうですね、またもうさすがにこの後試合なんで、さすがにね直後だからね陽介さんいかがですか？
いやもうあっという間だし、こんだけこうプレースタイルでこれだけサッカー違うのかっていう、なんか本当オンラインだけどサッカーの魅力感じてますね。本当そうですね。もういろいろなおしゃれなパスもありましたし、うん、もうこんなこともできるんだというのが、まあ、これまでゲームをやったことがないという人も見て分かったと思います。奥の深さが伝わる第1試合、うん、第2試合ということになりました。でこの後第3試合は美濃選手とキレマユ選手、まあ、キレマユ選手は昨日の予選も勝ち抜いて、そして第1試合でタイポン選手を延長の末ゴールデンゴールで大逆転勝利破ってるわけです。美濃選手と比べてもはずめさん、気持ちの部分での違いというのは勢い違いありそうですね。やっぱりこう美濃選手にとって第1試合なので、今日彼のコンディションって分からないんですよね、うん、やっぱやってみないと今日ちょっと調子いいな悪いなっていうの分からないので、うん、まあ、そういうところでキレマユ選手の方がアドバンテージあるんじゃないかなと思いますけども、まあ、一方でねキレマユ選手のプレーを見ている美濃選手っていうところもアドバンテージあるので、はい、まあ、そのお互いの、ね、アドバンテージを生かしながらいい試合が見たいですね。なんか僕ゲームでサッカーゲームよくやるんですけど、はい、試合をやればやるほど凡庸なプレーになってくんですよそういうのはやっぱり、ね、疲れてきて集中力が切れるとね、うん、雑なプレーが多くなるっていうのはまあ事実あると思いますけど、2試合3試合ぐらいであればあんまり変わらないかなと思いますね。あ、なるほどなるほど。じゃあ、まあ、乗ってきてるってことですね。じゃあね、そうですね、キレマユ選手はね後半特に修正してこう右肩上がりにいってるところもあるので、まあ、そういうところでも今勢い乗ってるんじゃないかなと思いますし、まあ、美濃選手はそれに対してしっかりね受け止めて、それをね打ち返して勝利することができるのかというところですよね。頑張れよ美濃。美濃選手いよいよ満を持して登場。その調子がどうなのかというのも美濃選手よくご存知のハザメさんにも見ていただければと思います。まもなく、はい、このオンラインチャレンジカップ頂上決戦の準決勝第1試合が始まります。美濃選手がホーム赤いユニフォーム、そしてキレマユ選手がアウェーユニフォーム白いユニフォームで戦うということになります。美濃選手が前半画面向かって左から右に攻めていきます。さあ試合始まりました。まずは美濃選手にとっては今日の最初のゲームということになりますが、調子の判断基準、はずめさん、どんなところを見ていて分かるものなんですか？そうですね、結構こう見ている分に正直難しいところがあって、やってる本人からするとなんかパス入んないな、シュート入んないなっていう感覚が起きるんですね。それがまあ調子悪いなっていう基準になるんですけども、まあ、今ちょっと今ボール取られたシーン、美濃選手ありましたけど、はい、3人に囲まれたんですよ。でああいうのが続くと割とこう普段だったらここパス出している感覚が通らないとかってなってくると、負のスパイラルに入っていって、ちょっと攻撃も攻めてないなとか思ってしまうと、一気に相手のペースに持ってかれるなっていうのはこのサッカーゲームやっていて感じるところはありますね。やはりこう見ていましても、美濃選手早い段階でちょっとボール奪われてるなという2プレー3プレーありましたが、うん、ちょっと今美濃選手、ね、はい、続かなければいいんですけども、これはちょっと続いてしまうと相手ペースになってしまうので、はい、そこだけは気をつけてほしいですよね。さあ美濃選手が一つ飛ばして中央、前が空いている。あ、でもポゼッション今美濃くんじゃない、これ金崎、エリアの外のところ、いや、キレマユ選手奪いました。やはりどちらもボールを支配してポゼッションサッカーということに陽介さんなってそうですね。ね、さっきだとね、キレマユ選手ずっとポゼッションでやってましたけど、今度は美濃くんが今前半ずっとやってますもんね、立ち上がり。そうですね、うん、なんとなくプレースタイル似てそうっすね。そうですね、やっぱこのバイト中盤のあたりはしっかりまあフリーな選手ある程度見つけながら、丁寧に回しながら、まあ、ここも多分サイドバックを使いながらとか引き寄せてっていうところだと思うんですけど、そこからバイタルに入った時に、お互いとも本当に丁寧なフェイントをしながらフリーな選手出すっていうところは多分似ているスタイルになるので、まあ、それがどっちが上回るかですよね。いやでも結構美濃くんのディフェンスも固いっすね。パスが前に出せないっていう、特にあとこうやって回されてるとジレって前にボールを取りに行きたくなるところなんですけども、パス相手に対してしっかりパスコース、パスの先にマークがつくように美濃選手もやってるので、そうなるとこう今戦っているキレマユ選手もボールの出しとこないなっていうのがありますね。うん、シュートがないねこのゲーム。そうですね、まだシュートありませんね。うん、固い立ち上がりになってます。名古屋グランパス e スポーツアンバサダーの美濃選手対予選ブロックから勝ち上がってきているキレマユ選手の対戦です。わあ、でもここら辺でさっきキレマユ選手取られてないのにね、やっぱ美濃くんのプレッシングうまいね。うん、こうトッププレイヤーと超トッププレイヤー、まあ、レベルが上がるに従ってやっぱりこう D
ディフェンスのうまさが際立ってくるんですよね。なるほど。ボールホルダーに対してのプレスとスペお、チャンス。そうですね、ボールホルダーに対してのプレスと、スペースに対してのチェックと、まあ、カバーとあとパス先に対しての潰しっていうこの3つの速さが非常に良くて、まず最初にあの先にパスを潰しコースに入って、そこが潰したら相手はまあ横とかに避けてくるのでそのボールを取りに行きつつ相手の持ってボールホルダーに対してしっかりプレスをかけていくっていうのをこれ永遠と繰り返すだけなんですけども、これをより正確に速くできるっていうのがやっぱトッププレイヤーですね。それがコントローラーだけでできてるんですか。そうです、コントローラー一つでやってます。あとこれはミノ選手チャンスになって決まった。オーゴーさあジオージオージオー天を仰ぐのやんないのかい。ジオー、いやーミノ選手決めてきましたね。いやーさすがミノやりおる、左振り抜いた素晴らしいゴール。いやプレッシャーのかかる負けられないゲームミノ選手ですが、ハサミさん気持ちこれで大きく変わってきそうじゃないですか。そうですね、あの今もあのしっかり相手のボール奪ってからしかもシンプルなプレーで前につなぎながらもうフリーなところ思い切って打った、これ多分ファーストシュートだと思うので、そういったところも勢い乗せる一つね、あの要因になるかもしれないですね。ただキレマユ選手は第1試合大逆転でここまで勝ち上がってきています。そうだよね、まだミノ選手としてもわからないという展開です。でも、まあ、一つ安心はできたけどもこの後の守備の形は変わらないですからね、はい、でも 1-0 で勝ちたいって言ってたのはちょっともう約束が無理になっちゃったね、これね。そうですね、キレマユ選手そうやって言ってましたね、うん、確かにやっぱ守備でがっちりしとこうっていうのは思ってたんでしょうね彼も、まあ、あとはボールある程度ポゼッションしながら相手に優位をさせないようにあの自分でこうゲームメイクしていくっていうところだったんですけどね、そこをこうミノ選手はものともしないでしっかり引いて守るっていうところを徹底してますね。やっぱそこはさすがっすか今見てても。うん、そうですね、やっぱ焦ってないですよね。こことかもねキープして、ただあの待つって一瞬なんですけどね、この待ちっていうのが本当にミノ選手うまいんですよね。この辺でキープしながら待って味方の上がり待ってっていうところがね待てるんですよね。ギリギリのところで待って反転して1対1浮かせたシュート決まった。今何今のアーリア、アーリアのゴール。え、はずめさん今のって狙ってループシュートっていうことですか。あ、いや普通のその前のパスじゃない、うん、そういうことですね。いややらないのかこれリプレイ飛ばしちゃいましたね。そうですね、あの前のパスもあのちょっと浮かすボタンがあるんですよ。あ、そうなんですね。ボタンでも、はい、それをするとあのディフェンスがちょっと硬直するんですよ。足出してくれない時があって、こういう場合とかそのゲームの仕様っていうとあれですけども、そういうところも美濃選手しっかり掴んでいるんだと思いますね。あんなね、あの時たま抜くと余裕なこうスマホいじってる男が緻密な計算のもとやってるわけですね。やっぱこうバイタルでやっぱあそこでボール持って味方の動き出しを待ったりとかしながらあの崩している、ここですよね、ここでただ止まってるだけなんですよ。ただそれで味方の上がり待ったりとか自分の中で一回落ち着いて次のパスコース崩しを考え直しているんだと思いますね彼は。いや陽介さん、美濃選手としては本当に負けられない戦いでかなりプレッシャーかかってたと思うんですけど、ここまでは思う通りのプレーしてそうですね。いやもうピッチ上でやっぱ答え出してくれてますよねこれね。散々我々いじってましたが試合前までは。いや本当だよ、さすがです、まあ、とはいえねキレマヨ選手もあの前後半でガラッと流れ変えれる選手だっていうのはこの前さっきまで分かったんで、うん、そうですね、先ほどの第1試合では2対0で前半終了してそこから大逆転勝利を収めたというのがキレマヨ選手でした、うん、これ言ったらキレマヨ選手からしたらあの今これね同じシナリオですからね、2対0でしょ勝ちパターン、うんね、ですね。あ、すごい、美濃選手は2本のシュートで枠内シュート2つ2ゴールと、うわ丁寧だな、決定率が 100% ということで、はずめさんも、まあ、当然美濃選手プレッシャーかかっていたと思いますが、うん、今日の調子など見ていてどうですか。
いや非常にこう今日本当に彼おっしゃってましたが調子いいんだろうなっていう印象を受けますね。まあ、ボール回しにしてもちょっと焦ってる時やっぱ彼どうしても前に前に行きたがる印象あったんですけども、しっかり彼らしい止まるで味方の動きを待つっていうことができて、でそれがシュートにしっかりつながってますし、まあしかもフリーでやっぱ打つことによってシュート2本でシュートあのゴール2ゴールというところで非常に高い決定率も見せてますので、この後後半も期待できますね。さあここから後半45分が始まりましたが、勝ちパターンに入っていくのか、それとも第1試合と同じように桐谷選手がその修正力で大逆転に持ち込むのかという後半の45分です。これ後半でこれ美濃選手3点目取ったらどうですか、東さん。いやもう3対0は厳しいですね、正直サッカーゲームの3点目で後半かなりあっずっとっと本当に3点目はね危ないです、あのほぼほぼ無理だと言ってもいいと思います。なるほどね。当然切れ前選手としては攻め込みながらも1点は絶対に失ってはいけないという中での戦いになります。でもね、攻めないわけにはいかないからね。本当ですね。なんかもう常にこのゲームやってると後半40分ぐらいの試合をずっと見せせられてるってことだよね。そうですね、常にこう前へ前への意識が高くなってる状態のサッカーを見ているので、まあ展開も早いですし、まあ、大味といえば大味みたいな展開が続きますからね。ここはカットしました。あでも美濃くんなんかメンタルをこう、ね、相手のメンタル削ってくるようなプレーしてきますねこれ、うん、ちょっとねボールを余裕で持ちながら今のパスもあのちょっと浮かせたスルーパスをして、あれ通っていたら体半身でフリーでボール持ってたのでダイレクトでワントラップしてあのハーフボールで決めれる形作ってたので、あれ嫌な形だなという印象を受けましたね。一つ一つのパスにも全て意図があるという中で勝利が一歩一歩近づいてきています美濃選手。対する切れ前選手は持ち味のポゼッションからゴールを狙っていきますが守備が固い。阿部選手から相馬、いや固い、上げさせてもくれない。今ね、ジョー選手ですかね、あのフォワードで4人ぐらい囲まれてそのボールキープしてサイド出してたんですけどね。ここも阿部切り返して、うわー読んでる、うん米本読んでるな。もうあそこ切り返されたとしても、まあ、逆足だし入らねえなっていうところは読んで、もうパスコースを切りに行ってましたね美濃選手は。残り時間30分切ってます。中央に預けてシミッチ、阿部、ガブリエル、シャビエルがエリアの外、足技を見せながら、あ2人がかりのディフェンス、あもう一度奪い返しました。桐山優選手がシュート、うん、ランゲラ、こぼれた、こぼれた、こぼれ球にもしっかりと美濃選手が反応していきます。ここは桐山優選手、高い位置からプレスをかけていって、もう一度チャンスを作る。これはチャンスになりそうだ。これ走り込んでいやーいやーここでクロスバーか、クロスバーに跳ね返されました。またここも決まっていれば、い金崎先生が逆足で高いんですけどね。ね、今決まってたらいい時間帯だったっすよね、うん、第一試合と同じような、ね、展開だったんですけどね。阿部ちょっと美濃くんも若干焦らされてましたよね、さっきのはね。そうですね、ちょっと守備の対応ができなくなったりとか、あのだんだんマークがつきにくくなってくる、まあ、時間帯もね、もちろんあるので、いやここはね、あの失点しなかったのは大きいと思いますよ、三重選手にとっては。そしてこの嫌な位置でボールを回して時間を使ってるわけですよね。うん、時間使いながら相手のプレスを外してフリーな選手を作り出して、まあ、2-0 でね、有利ですからね。さあここから桐前選手です。まあでも戻りが早い、切り替えが早い。右サイド4人上がっている。太田選手から、うん、守備の網にかかりました。もう残り時間10分ちょっとというこの後半になってます。そうだね、ここはちょっともう時間使いながら攻めてますね、うん、まあそれはそうなるわな。
言いながら、いやまだシュートにはいかない。いやこれは相手としても非常に気持ちが削られるようなプレーになります、ね、ここもラインはかなり高く設定していた美奈選手、相馬選手からお体をぶつけて吉田豊選手。でも長谷部さん、全然サイド攻撃うまくさっきと違いますね。できてない、できないですね。そうですね、もうサイドもしっかり潰すっていう、あの美濃選手の守備に対して、まあ、先ほど、ね、タイポン選手はあれと中に入ってきたところを潰すっていうところがの、ね、差がありますけども、もう美濃選手はなかなかボールを通させてくれないですよね。さあここはエリアのすぐ外のところ、1点返せるか。おお、金崎から、いや最後いる、いや落ち着いています。さすが名古屋グランパス e スポーツアンバサダーという盤石の試合運び。アーリアから金崎、さあ奪い返した。キレマユ選手も踏ん張るね、頑張るね。もう3点目は絶対にやらないという中で次の1点を取りに行きます。さあもう90分になろうというところ、1点返せるか。いやこれちょっと一矢報いたいね。予選から勝ち上がってきて、第1試合もタイポン選手を破ったキレマユ選手でしたが、もう残り時間あとわずか。ああ、ここでやっとね試合が止まったんで、これで、ね、結構早い段階で選手変えたいと思ってたお二人だと思うんですけども。あ、なるほど、うん、それぐらいラインを出なかったんだ今。そうですね、お互い本当あのシュートのところで潰し合うような展開が続いていたのでボールが出なかったですね。もう残り時間あとわずか、アディショナルタイムに入っています。もう美濃選手としては守りきるだけ。歓声も大きくなっていますが、あ今90分試合終了です。名古屋グランパス e スポーツアンバサダー美濃選手、さすがの試合運び、勝利を収めました。2対0という結果でキレマユ選手を破っています。いやー陽介さん、はいはい、美濃選手、まあ、プレッシャーかかったと思いますが勝ち切りましたね。いやだってあのね最初の試合のキレマユ選手見てたらこれはと思ってましたけど、うん、それを上回るあのこのなんだろう王者ぶりというかね、圧巻ぶりはちょっとさすがでしたね。本当にしっかりと2本のシュートで2点を取ってそのまま勝ち切るというお手本通りでした。はずめさんから見ていかがでした？やっぱりね最初の時間帯はキレマユ選手が割とボールキープしてエリア内まで迫ったところもあったんですけども、まあ、その後はしっかりバイタルのあたりで全部ボール刈り取っていって、でそれでね単純にボールをつないでいってフェイントとか特にエリア内でせずにもうつないでつないでポンとシュート打って決めて、しかもそれで2ゴールできたっていうところも前半のうちにね優位に進めて、後半はもう逆に言うとほぼシュートも打ってないですけども危ないシーンも作られずに勝利したというところで、本当に美濃選手のもうこのアンバサダーとしての力強さというところが見えたと思いますね。さすがの試合運びを見せました名古屋グランパス e スポーツアンバサダー美濃選手に話をでは聞いていきましょう。美濃さん、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。さすがでした。すごかった。疲れましたどうでした試合やって、いろいろ本当にプレッシャーかかる今日の一戦だと思いますがどうでした？いや正直思ったより自分のプレーできてなかった。あれでそう、どういったところが？ゴール前もっと回せるかなと思ったんですけど、自分のイメージ通りのプレーはあんまりできなかったですね。へー、いや陽介さん全然納得いってないみたいですね。なんか謙遜じゃないの？いや違います。ほんと？でもなんかね、あのやっぱ2本のシュートで2ゴールっていうのはあれはもう狙い通り？そうですね、あれはまあイメージ通りのプレーはできたんですけど、うん、守備でも危ないシーン2回あってその辺がちょっと修正必要だなと思いました。今日何プレー的な感覚はどうなんですか自分的に？良くないですね。あれ？あら？あれ？なんかちょっとテンション下がってるじゃん勝ったのに。なんか勝利者インタビューなのにテンション下がってるよ。
大丈夫か大丈夫か緊張してるまた言葉もなくなっちゃった。このインタビューの時間が一番緊張しますよ。あ、そういうことね。はい、じゃあね、よく知ってるはずめさんからも何か一言お願いします。はい、いやでも本当に試合展開的には相手が結構同じようなスタイルでやっぱりボールを保持している中で中盤でしっかり潰せてるなという印象はあったんですけども、守備のポイントとか何かありましたか？そうですね、バイタルエリアに簡単に入れられないようにとは、そこは意識してディフェンスにカーソルをきちんと合わせてやってました。まあ、やっぱそこでねしっかりボールと、はい、ね、潰せていたところもあったんですけど、まずね、ちょっと多少ね金田崎選手が左足で打ったシーンとか、よっとちょっとねサイドから崩された時の弱みとかもあったと思うんで、はい、次は彼決勝に進むというところなので、そこまでしっかり修正してくるこの強さがあるんだろうなというふうに期待しております。頑張ります。これ次、次決勝戦まで一つ一試合焼くわけですけど、その間に何か修正なり何かこう心の準備というのはどういったふうに過ごしていこうと思ってますか？そうですね、スマホでも見てゆっくりこうあ、先ほどと同じような感じで。そうですね。じゃあまたたびたび抜かさせていただくということで。はい、お願いします。はい、お願いします。では充実した決勝戦に向けた時間を過ごしていただければと思います。美濃選手ありがとうございました。期待してます。さあ、ということでまず決勝進出を決めたのは名古屋グランパス e スポーツアンバサダー美濃選手ということになりました。うん、トーナメント表を改めて見ていきます。そして次この美濃選手に対するのはどの選手なのかということで、この後の準決勝第2試合、ユージョーカー選手と若選手も今日の初戦ブルービーズ所属ということになります。はずめさん、ユージョーカー選手第1試合本当に強さ見せましたもんね。そして若選手ですが、どういった試合期待しますか？そうですね、若選手も本当に FIFA のシリーズ長くプレーされている方で、もう10年近くやってると思うんですけども、結構独特なプレーが特徴で、今回この FIFA20 ですとクロスがなかなか入らなかったりとかするんですけども、それをものともせずしっかりこうクロスとかサイドがガン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 クロス上げてきたりとか、他とちょっとプレースタイルが違うっていうところにぜひ注目してほしいですね。またそういった個性のぶつかり合いも陽介さん、楽しみですね。先ほどの話だと若選手にとってはリベンジなんですよね。そうですね、先日の EJ リーグの予選で決勝戦で当たったんですけど、確か4対3とか結構点の取り合いで90分に最後を足を出してしまったのがなんかファールになって、ユージョーカー選手が PK 決めて勝利したっていうところで、一番悔しいやつじゃないですかそれ。そうですね、若選手も結構シーソーゲームがっつり やり合って最後90分 PK だったんで、かなり悔しい思いをしてると思うので、じゃあそれの延長ですね、これはね。じゃあ考えると、そうですね、本当にリベンジマッチでの延長戦になると思うんで、この燃えるところがあると思いますね、若選手にとっても。楽しみだ。若選手にとってはもうメラメラ今まさに燃えているところだと思います。因縁深い2人、ユージョーカー選手と若選手の準決勝第2試合、まもなく始まります。今準備画面になりました。来ましたね。この後の準決勝、若さんからこれツイッター来てるよ。あ、若さん、リベンジも出ます。すごい、今戦うまさに選手からのツイート、リベンジに燃えています。リベンジマッチなるか、ドラマが起こるかもしれないね。そうですね、ユージョーカー選手と若選手、ユージョーカー選手がホーム赤いユニフォームで戦います。若選手は白いユニフォーム、アウェイユニフォームで右から左に向かって攻める前半となります。今前半始まりました。まずはユージョーカー選手、おっと珍しい大きなボールでした。はずめさん、これ何かどうですか？どうですかね、ちょっとキックフェイントからミスとかかもしれないですけどね。今渋谷翼選手ゴールキーパーですね。あら、渋谷選手、若選手の方が、おランゲラックではなく渋谷選手を使ってきたと。うん、はずめさん、こういった意図、おーっと、これはすごい縦パスになりました。一気にフリーでシュート、ユージョーカー選手の今右サイドからの縦のボール、すごいボールでしたね。はずめさん、すごい、わざと左足で蹴って、カーブ巻いて中でね、ファーサイドが届くってすごいシュートでした、クロスでしたけどもね。また一つ素晴らしいプレーがいきなり生まれました。
ユージョーカー選手も挑発してる。いや、もうここもわざと待ってるんですよね。相手が食いつくのを待って、あのディフェンスラインや、あの前からのプレスがどう来るのかっていうのを見てると思いますね。お互い出方を伺いながら、若選手にとってはリベンジマッチ。ユージョーカー選手からしっかりと対応します。素早いパス回しで攻撃を進めていくのが若選手。さあ若選手、左サイドから、お、青木亮太だ。中央を使って少ないタッチ数で、マテウスも使ってますね。なんか他と起用の選手がちょっと変わってて面白いですね、若選手。そうですね、やっぱ彼独特の何か理論があると思うので、ぜひ勝利してこれでコメントで聞いてみたいですね、いろいろと。そうですね、確かに確かに。石田選手ですね、ユージョーカー選手、石田選手から、あ、ここはオフサイドです。かなりやはりこのユージョーカー選手と若選手の戦いはボールの動きがダイナミックな、ここまで前半になってます。そうですね、サイドバックもここまで上がってますよね。なんか打ち合いだよね、もう完璧に。フリーでオフサイド、オフサイドですね、オフサイドですね。もうシュート、さっきはね、ミロ君たちの試合全然シュート打てなかったのに、バンバンシュート来るね、これ。しかもこれまでほとんどなかった。ユージョーカー選手がこのサイドの幅ですかね、あのサイドを大きく使おうと、選手をあの端から端まで設定するような設定してるかもしれないので、まあ、そうなると今みたいな最初のプレーみたいにこう裏に長いスルーパスがガーッと通るので、まあ、それと逆にね、スペースも生まれるので、若選手もカウンターがサイドから中心になるのかな。サフリーだ。だから点の取り合いが前回もあったってことなんですか。この画面の下に、ね、レーダーが映っているんですけども、まあ、ちょっとちっちゃくてなかなか見づらいところではあるんですけども、そこで全選手が見えるんですよね、はいはい、かなり大きく開いているので、こうやってサイドからの突破多くなりそうです。そのユージョーカーがボールを、あ、またオフサイドオフサイド多いな。いや、かなりこれまでのゲームなかったんですが前がかりなんですね。サイドバックも結構上がってきてますからね。今もシャベル選手は多分サイドハーフに入ってるんですけど、彼が持って石田選手の上がり待ってるとかっていうところで、オープンでやり合うぞっていう意思が見えますよね。まだここまで非常にダイナミックなボール運び続いてますが、両チーム得点ありません。相馬、そしてシミッチ、阿部からシュートいけるか、シャビエル、エリアの中からボールが入ってシュートは決まった。ゴール金崎、先制はユージョーカー。さすがの両足適性がある。いや、今のシュートもテクニカルでした。シュートフェイントからディフェンスを剥がしてという、はずめさん、やはり逆足の強さを生かしてという形ですかね。そうですね、しっかり、ね、フェイントかけたことによって相手の足が出てきたことによって、あのシュートを打つスペース生まれましたからね。それを見てからしっかり逆足ですけども、金崎選手の特性を生かしたいいシュートでした。でもあれ後半とかだったら腰回ってないですよね、多分ね。そうですね、やっぱこの時間帯で元気な時間帯だから、しっかりあの強いシュートが打てたっていうのはあると思います。これも通るのか。いや、本当に大味だな。シュート、ちゃんと合わせてきた。プレミアリーグみたいですね。ね。いやー、ちょっと若選手は押され気味ですかこれ。そうですね、ちょっと相手が思ってる前から来るので、それに対して受け方がちょっと分かってないと言いますか、まあ、フォーメーションのチェンジとかしないとこれちょっと厳しいかなという印象ありますね。あの EJ リーグの予選で戦った時とユージョーカー選手戦い方違うということですか。おそらくね、多分変えてると思いますけどね、やっぱ。なるほど、うん、まあ、先ほどのね1試合目と比べてもだいぶこう、うん、前の意識が高くなっているので、うん、そうですね、相手がね、あの若選手はその試合を見てからの試合になっていると思うので、まあ、それも含めてのもう対策ですよね。ああ、そうかそうか、逆にその分析がね裏目に出ちゃうってことですね、うん、今度は若選手がフリーで1対1、いやランシュート、いやー、ふかしてしまった。アーリア左足だもんな今の。そうですね、アーリア選手は逆足精度が3という設定になってます、うん、あれが阿部ちゃんだったらね、引きつけてね中へ出したのうまかったんですけどね。再びユージョーカー、えぐるヘディングは渋谷選手。
いや本当選手起用が面白いな。渡辺修斗選手とかね、うん、使ったりとかしてますし、渡辺選手も23歳ですね、うん、だから平均年齢かなり、白いユニフォームの方今若い選手ですね、うん、若いですね、若いですよ、リーグで85に統一のモードですけど、はじめさん若さというのは何かあったりするんですか、うん、若さは特に関係ないかと思いますね、はい、基本的に関係したのは身長と、まあ、体重と あとは選手ごとによって体の厚みがやっぱり同じ身長とかでも違うので、なるほど、まあ、その筋肉質っていうんですかね、そういう厚みはまた別なところがあるので、その辺はやっぱ競り合いが強い印象ありますよ。へー、わあフリーだ、フリーだ、フリーで、フリーだ、シュート、隅に決めてきたシミッチ。いやなんだこれ、友情か、やりおるな。いやジョアンこんなゴールパフォーマンスしたことないけど。だいぶひょうきんですね。だいぶおとなしい人なんだけど。いやさすがの試合運び、リベンジはさせないという友情か選手。これはまた第1試合と同じく他を圧倒するようなサッカーを見せています友情川選手です。これで今前半が終了したわけですね。はあ、いやすごい陽介さん、はいはい、いやこれ友情川選手リベンジさせないぞっていう意地が見えますよね。いや1試合目と全然サッカー変えてきましたね。うん、それがびっくりだわ。はずめさんこのあたりのまあ、自分自身でのこの幅っていうのを友情川選手すごいありそうですね。そうですね、攻撃の幅戦略の幅っていうところすごくなんかありそうなので、まあ、これに対して後半ね若選手もやらせないっていうところで今ちょっと長めなポーズを取ってるので、まあ、変えてくると思う。それに対してまた友情川選手がどう攻めていくのか楽しみですね。さあ早くも後半が始まりました。2対0、友情川選手赤いユニフォームが2点リードして後半始まってます。金崎入りましたねこれね。あ、稲垣とか入ってよ。お稲垣選手入って若選手奪った。お、さすが稲垣。あ、体の強さを見せますが、うん、お稲垣選手また行きました。さすが運動量豊富です。これスタミナの減り方は選手間のあれはないんですか。別にそうですね、まあ、スタミナ自体もまあ各ポジションごと選手ごとに決まってはいるんですけども、やっぱ攻撃意識守備意識の中で攻撃の意識と守備意識が高いボランチなんかですと、まあ、前に結構上がっていったりするのでそうなるとスタミナは早く減りますよね。うーん、おーふわりと上げたボールですが若選手がカットして攻撃につなげたいところ、ただ友情川選手高位置で奪いました。前半と違って友情川選手もちょっとこう、おフリーでこれは決まります。3対0、それは阿部選手も倒れます。阿部ちゃんパターン級、これ若選手パターン級にならないでほしい。踏ん張ってほしいなこれ。いやこれは羽染さん再三おっしゃっていた3対0という形になりましたが、結構決定的な3点目ですね。後半にこの時間帯で入ってしまうのでかなり厳しいかなと思いますし、友情川選手もねちょっとこう前半と違ってしっかりパスを回すような形で、うん、ちょっと意識変えてるところに対して若選手のマークがつききらなかったですよね。だから本来だったら若選手がスタイル変えてくるかと思ったら友情川選手が変えてきたってことですよね。そうですね、試合巧者ということですよね。あ、ここもフリーだ。いやー強い友情か、4対0、振り抜いたな相馬勇紀、やば。いやこれはちょっとはずめさん、友情川選手このまま勝ちますと決勝に向けてかなり勢いつきそうですね。そうですね、ちょっと今のゴールにしてもね豪快ですし、ポゼッションもすれば豪快なシュートもあるというところで、これ美濃選手にとってもかなりの手強い相手が残ってきたなっていうところ思ってるんじゃないですかね。これ美濃選手スマホいじってる場合じゃないですね。でも逆にスマホいじってちょっとね意識飛ばしてあげないと。ああ、なるほど、ルーティーンに入った方がいいわけですね。そう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 、飲まれちゃうとね試合で。そっかそっか、
いやでも友情か攻撃バリエーションすごいですね。すごいですね。また今度ねサイド大きく展開してきましたよ。リベンジに燃える若選手をもうその心までをもう砕こうというような攻撃。やっぱこのゲームならではなんですかね、あのジョー選手の使い方があの普通じゃありえない使い方しますね。おおこんなことが嘘だ。阿部選手阿部ちゃんやるミドルレンジやるわそういうの。これかなりまだうわフリーでやばエリアの外ビューティフルゴールですね陽介さん。いやーこれ阿部ちゃんですわ。えこれ長谷部さん簡単じゃないシュートですよね。そうですね、まあ、多少ね点差があることによって豪快に打てるなっていうところが、まあね、心理的にはもちろんあったと思うんですけども、オフサイドですよね。はい、オフサイドでしたね。やっぱこう先ほどの、ね、豪快さっていうところがやっぱり得点差にそのまま現れてる感じがしますよね。まあね、これ僅差だったらもう少し慎重にやれますもんね。確かに、ここもダイナミックなボール運びで6点目を狙っていくユージョーカーですが、いやここは若選手リベンジに燃えた中でのゲームでしたが一矢報いてほしい。いやただねこの辺のサイド展開にしてもやっぱサッカーゲームの仕様で逆サイドに展開するとなかなかマークつききれないところ、分かって時間を使いながらじらしてじらして攻撃してきますね。今度はボールを足の裏で使いながらしっかりとこうこねくり回しながら時間を使っていくと、いやーもう逆サイドだよこれ。ジョーが左に右に張ってるってあんまない光景だからね。ダイレクト、まあ、多分ジョー選手がやっぱサイドいることで、まあ、ボールあのこう例えばゴールキックの起点になるですとか、まあ、あとはあのカットインしていった時に左足でシュート蹴れるっていうところもあると思うので。なるほど、さあ若選手、いやおそらくブルービーズの仲間たちも見ている中でのゲームということになると思いますが、なんとか一矢を報いることができるか。はずめさん、当然のことながらこの若選手も非常に力のある選手という話でしたもんね。そうですね、本当にこの10年近くの FIFA をやってきて常にトッププレイヤーとしてあのいろんな大会でも出てたりとかしている中、それとしてですね、まあ、ブルービーズに所属しているプロの選手としても、まあ、実績はもちろんある選手なので、まあ、あの自信を持って今日の大会も、ね、出てきていると思う中でちょっとこの結果はっていう感じが、ね、受けてますね。おそらく若選手としてもこんなに点差つけられたことほとんどないんじゃないですかね。そうでしょうね。うわここもフリーだな、なんとかディフェンス対応します。だって前回が4対3でしたっけ。4対3という話でしたね。はい、確か4対3だと思いますね。うわこういうモンスカサッカーってすげえな。いや前回 の、 その EJ リーグの予選が約2ヶ月ぐらいですかね。ああその間にかなりこのグランパスに慣れてたんでしょうね。さらにここもなんとか対応します。残り時間はおよそ8分といったところ、左のサイド上対上になりました。マッチアップです。上対上まあでもちょっと余裕ですねここまで来ると ね、 うん。うわ逆サイド振ってくるわ。これも繋がるんですね。こういうサッカー好き俺。ダイナミックです。そしてジョー選手フリーで待っている。まあここでも冷静に中に合わす肉らしいほどうまいですね。カズヤが最後締めちゃったこれ。いやカズヤ本当にヘアバンドばっかり気にするくせにいや決めちゃったよ。いやハゾメさん今のもまた非常にテクニックをふんだんに散りばめたような攻撃でしたね。うん、最初 の、ね、あの攻撃の起点は右サイドバックからですかね。逆サイドの展開していってでもう一回逆サイド振って最後中に戻してっていうところでこれはちょっとねマークつききれないですね。いやもう6対0という点差がついています。はいお祭りになっちゃったな。
さあ若選手、1点返してほしい、ね、頑張れ、もうあと1分ほどです。ワンチャンいける。いや、ここも友情川選手守備の固いそのサッカーが出ました。今90分試合終了です。まさかまさかの6対0、友情川選手が若選手を下して決勝進出を決めました。いやー、陽介さん、ちょっと信じられないぐらいの点差つきましたね。いやー、これ恐ろしいですよ。次もう決勝でしょこれ。はい、美濃くん大丈夫かマジか、すげえな。これはいやどうでしょう、はずめさんから見ても、うん、これだけの点差がつくことってどうです？いや、こう今までいろんな大会、あの日本も世界も見てきましたが、やっぱトップ同士になるとやっぱ固い試合が起きますし、うん、まあ、点を取り合うとかになるんですけど、6対0って一方的に勝つっていうのほとんど見たことなかったので、はい、いやこれはちょっと友情化選手でもどっちかって上手かったですね、完全に、うん。いや、その上手さが、友情川選手の上手さが際立った90分だったということになりますね。でも2ヶ月前僅差でね試合してたんでしょ、接戦で、うん、何があったよこれ。本当ですね。いや、なんかこう普段はあの世界大会とかあのやってるモードってまた別にあるんですけども、この大会のためだけに結構グランパスで85というモードで練習、ね、先ほどもコーデー選手をしてるっていうところが、まあ、ここで生きてきたんじゃないのかなというところですよね。なるほど。さあ、それではその勝ちました友情川選手に話聞けそうです、うん、友情川選手、こんにちは、お疲れ様です。改めておめでとうございます。ちょっと強すぎじゃないですか。いや、そうですね、自分でもびっくりしてます。いや、その勝因、ここまでうまくいった要因というのはどういったところだったんでしょうか。そうですね、1試合目のコーデー選手は全く同じ褒めの対決だったんで、うんうん、なんかその選手の空いてるところっていうのがあまりなくてボールつなげなかったんですけど、今回は相手の竹原選手のフォーメーションが違ったので、そこで選手のフリーな位置っていうのがつかめながら試合を運ぶことができました。なるほど、フォーメーションを照らし合わせて相手の隙をもうここだというふうにある程度見ていたわけですね。そうですね、前半のうちからサイドの裏っていうのが結構空いてるなって思ったので、そこを突きながらうまくフリーにしてっていう感じでやってました。なるほど、陽介さん、それにしてもすごいダイナミックなサッカーでしたね。いや、だって友情川選手さ、2ヶ月前にね、若選手と対戦してたわけじゃないですか。はい。何やったの？いや、そうですね、やっぱ EJ リーグの悔しさっていうのがここ2ヶ月ぐらいずっとあって、それを今日ぶつけるために来たので、練習の成果が出てよかったなって思ってます。やっぱ練習なんだ。そうですね、いや、すごかった。すごかったですね。改めて、うん、はずめさんからもその変化に驚いた部分あったと思いますけど、いかがですか。いや、なんかこう試合を通じてこのダイナミックな展開をしたと思ったら、細かいパスワークでこう崩すとかって、本当に大きく の攻撃パターンがあったなという印象を受けていて、やっぱそれ試合の中でもちょっと展開を、あのいろんな展開を持って大きくやったら、相手がそこ対策してきたら、ちょっと中であのパスを回していこうとかって、そういうのやっぱ意識していたんですか。そうですね、特に自分の戦術の 4-3-3 のサイドの位置が結構前半のうちから裏抜けを意識して、相手の竹原さんがサイドバックに結構カーソルを合わせることが多かったんで、そこでやっぱそこの裏っていうのを警戒して、今度は中が空いてくるかなと思い、中をつなぐようになりました。いや、もうその辺の監督的な視点ですよね。すごい、90分通じての、うん、すごい。友情川選手は結構普段グランパスの試合とか見るんですか。そうですね、一番やっぱグラン実際名古屋に住んでますし、うん、グランパスは一番応援してます。じゃあなんか試合見に行った時に、んー、もうちょっとなんか裏空いてんのになとかやっぱ見ちゃういや、自分はそこまではしないですけど、やっぱティファでサッカーゲームやるとしたら、やっぱ自分こういうプレーしたいなっていうのは思いながらやってますね。あ、なるほどね。いや、でも嬉しいね、グランパスファンがここまで最強のグランパスチームを作ってくれるっていうね、うん、決勝も美濃選手なんで下克上にして頑張りたいと思います。うえー、いいですね。ちなみにあれですか、友情川選手はあの先日グランパスからあのユニフォーム送られてますけど、今とか着用されてるんですか。着てますよ。あ、やっぱそこの熱意がありますね。同じこのユニフォームで戦ってるわけね、今これね、オンラインで、はい、いやー、来たねこれ。
いやその美濃選手との対戦ですが、気持ちとしては下克上という言葉ありました。改めてどうですか？そうですね、以前の EJ リーグの前に美濃選手と2試合ぐらいフレンドリーマッチさせていただいたんですけど、両方ともシュートゼロで点も取れなかったので、やはり自分としても結構緊張してますし、美濃選手と対戦できることを楽しみにこれから頑張りたいと思います。やっぱ美濃選手すげえんだな、逆にこうやって聞くと。い強いですね。どうでしょう、どんな風に戦っていきたい、どう勝ちたいっていう思いはいかがですか？美濃選手の攻撃も守備も完璧なので、頑張って耐えて先制点取って相手を混乱させるように頑張っていきたいと思います。なるほど、ね、さっきユージョーカー選手さ、はい、あ、じゃあ、あの美濃選手がいやちょっと今日不調っすねみたいに言ってたんだけど、どう？いや全然そんなことないと思いますよ。やっぱり出てきた。どう、美濃くん？いや僕がやりたかった試合やってくれましたね。あ、なるほど。衝撃でしたよ。やはり見ていても衝撃でしたか？はい、僕が1試合目でやろうと予定していたことをやってましたね。逆にそのユージョーカー選手とこれから戦うわけですけど、どうでしょう、プランとか考えてることあります？まあ焦らないことですかね。それに尽きると思います。でまだこれまでは負けたことはないわけですね、ユージョーカー選手に。確かないと思います。なるほど。下克上って言ってたよさっき。いやどうなんですかね。難しい試合にはなると思います。でもお楽しみだね。お互いグランパスのユニフォームを着て、はい、それぞれの場所で戦うということで、じゃあこの後決勝戦に向けて、まあ、これから心の準備も含めて少しお時間取ろうと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。いやー本当にすごい6対0という戦いになりました。でこのあと決勝戦になりますが、いや美濃選手とそしてユージョーカー選手、どちらも本当に陽介さん強さ出してましたもんね。でもなんだかんだ言ってそんな6対0で勝った後に美濃選手の話を聞くと、なんかこうリスペクト感が出てるじゃないですか。この2人が対戦するっていうのがちょっと本当ねドラマだなと思いますよね。本当そうですね、まさに下克上を狙っていくユージョーカー選手ということで、はずめさんから見てもまたちょっと面白い決勝戦になりそうですね。そうですね、まあ、美濃選手もねちょっといい今日はいいプレーできないっていう話もしてましたけども、やっぱりなんだかんだ言ってもね、先ほどもユージョーカー選手もおっしゃってましたけど、勝ったことがない、ユージョーカー選手から見れば勝ったことがないっていう話もおっしゃっていたので、まあ、その辺の強さ、盤石の強さがそもそもありますから、まあ、それに対して初めてユージョーカー選手勝てるのかっていうところをねすごく楽しみですよね。いやドラマが起こるのか、それとも名古屋グランパスを背負って戦っている e スポーツアンバサダー美濃選手が優勝を飾るのかということで、まもなく決勝戦始まりますが、まずは改めてここまでの戦いトーナメント表を見ていきます。今日ここまでは4試合が行われました。決勝戦は美濃選手とユージョーカー選手ということになりました。ユージョーカー選手はここまで2試合を勝ち上がって決勝まで進んでいます。美濃選手は1試合ということで、まあ、本当に攻撃が爆発した直後というユージョーカー選手、あのリアルなサッカーでは大勝した次のゲームなかなか難しかったりするというのはありますけど、はずめさん、こういったのゲームにおいていかがでしょうか？いやもうこれは完全に勢い乗ったなっていうところがあるので、はい、もういつも通り先ほどのプレーをやれば勝てるなっていう印象のままユージョーカー選手は挑むと思いますね。なるほど、じゃあもう勢いがついたと単純にポジティブに先ほどの勝利は捉えられるという形ですね。そうですね。そして陽介さん、はいはい、まあ、美濃選手にとってはもう来るべくしてきた決勝戦、そして負けられない戦いということになります ね。くしくも両方が今ユニフォームを着ながらグランパスを背負って戦うわけですし、ただね、ユージョーカー選手が勝った後の美濃選手をちょっとね、あのインタビューしたじゃないですか、はい、ちょっとねスイッチ入ってるような気がしたんですよ。あれ、なるほど、なんか自分もやりたかったって言った時のあのテンションが
結構なんか逆にね、ユージョーカー選手のあの試合になんかこう感化された感じが見えたんですけど、長谷部さんどうでした？やっぱりあの変な話ですけど、上手い人のプレーとかをやっぱ見てると、あ、崩し方こういうパターンあるんだみたいなところも気づきもあるので、俺のプレー今日これやりたかったんだよってもう一回思い出して、それをしかも映像で見れたので、なんかそれをもしかしたら決勝戦のミノ選手を見せてくれるかもしれないですよね。なんかスイッチ入った感じあったんですもんね。ちょっと今までのちょっとふやっとした感じからね、ガチッと芯が固まった感じしましたよね。さあ、ということで準備が整ったようです。名古屋グランパスオンラインチャレンジカップの頂上決戦のついに決勝戦ということになりました。キックオフです。準備がもうできた。あ、コーデ選手からツイッター届いてますね。ね、ユージョーカー選手決勝進出、あと一つ頑張れということで、もう今度はミノ選手に対してユージョーカー選手が挑戦者という構図になります。決勝戦です。下克上なるか。ね、バンクロワスいっぱいあったからね今まで。さあ、この決勝戦、赤いユニフォームが名古屋グランパス e スポーツアンバサダーミノ選手、そして白いユニフォームが JSL 推薦ユージョーカー選手という決勝戦です。今前半の45分始まりました。はざめさん、改めてこの決勝戦ポイントどんなところになりそうですか？いや、もう改めてですけど、サッカーゲームって結構この、ご覧いただいたら分かる通り展開が早いんですけども、やっぱ90分の試合が12分というところなので、先制点が非常に重要なんですね。はい、この先制点を取ってしっかりそのまま勢いを持って攻め切るというところが重要なので、その先制点をどちらが取るかですね。やはり陽介さん、その先制点というのはリアルなサッカーでもちろん同じですし、緊張感高いですよね。だってもう先制点を取ったらもうすでに試合終了が間近みたいな、そういうね時間の配分だからドキドキしますよね。いや、今もミノ選手このゲームの最初のシュート放っていきましたが、しっかりと体を寄せてユージョーカー選手守りました。今ねシュートあの前向いて打てるところを一回切り返したんですけども、はい、まあ、そこに対して次ミノ選手はどっちを選ぶかっていうそのじゃんけんが起きるので、それに対してユージョーカー選手がディフェンスできるかですよね。ここも固いディフェンス。やはりちょっと緊張感決勝戦違いますね、陽介さん。いや、なんか僕らもね、あの固唾を飲んでこう見守ってしまいますねこれね。本当に一つのミスが命取りになるんだろうなっていう、本当にこうボール回しにしてもあの丁寧に丁寧にやってますし、ボールがフォワードに入った時の緊張感すごいですね。ユージョーカー選手もなんかこうさっきまでの勢いのサッカープレーというか、もう本当にミノ選手に対してって感じが見られますね。そうですね、ある程度リスペクトしながらここは回してくるっていうのは分かってくるので、サイドある程度やらせて中を潰すぞっていう意識を非常に持ってますよね。切り返してエリアの中からアーリアですが、あとこれはこぼれ球、対応していますランゲラックです。ここまで攻め上がっているのはどちらかというとミノ選手という立ち上がりになっています。お、さあ、1本のパスでつながったユージョーカーからシュートチャンス生まれるかというところでしたが、しっかり対応しています。今度はミノ選手カウンターふわりと上げて、ああ惜しい。まさにあのやりたかったと言っていた、まさに先ほどのユージョーカー選手のサッカーを見て美濃選手が今のサッカーをやってきたというようなそんな印象もありました。うん、そうでしたね。まあ、サイドが先ほどはね割と丁寧に中から行っていたところを、この試合ではもうサイドからも思い切ってクロスを上げるようなシーンも今ありましたし、まあ、いろんな攻撃パターンをこの美濃選手本来持っている選手ですので、まあ、この後、ね、あの残り90分楽しみですね。まさにこれが頂上決戦の中の頂上決戦ということになります。あー、でもここ取られたの。ユージョーカー選手からここはカウンターではなくしっかりと攻撃を作っていきます。まあ、取られたとしてもしっかりすぐに攻守切り替えて皆選手ボール取りに行きましょう。ここですよね。相馬ファーサイドへぐったシュート。ユージョーカー、いや
前回はシュートさえも打てなかったというユージョーカーがなんとなんと先制点を挙げました。うわー、1本だよ1本。いやー、すげー陽介さん、これ下克上へ向けての第一歩ですね。いや、これだって枚数いるよ結構ちゃんと、はい、もう本当あそこの点で合わせないと点が入らないようなね入り方でしたよね。あれ、そしてはずめさん、美濃選手としては焦らないようにと言ってましたが、はい、先制点取られました。そうですね、あのユージョーカー選手、ね、先ほどの若選手の試合もそうですけども、サイドをこう突破することを意識していた中で、あの長いスルーパスでフリーになったところでもう勝負ありだったなという印象を受けましたね。まあ、彼が先ほどの試合後に耐えて耐えて点を決めるって、1点決める、先制点決めるってい もうイメージ通りの得点だったので、ここまでは試合運びは完璧ですね。ユージョーカー選手が先制点、この決勝戦での先制点を挙げています。逆に追いかける形に なりました美濃選手。なんかユージョーカー選手ガッチガチですね守り、うん、だいぶ枚数かけてますよね。先ほどまでのダイナミックなボール回しとはまた違う、またこう第1試合ユージョーカー選手の最初の試合にも近いようなそんなサッカーになっています。前ですよね、やっぱユージョーカー選手まだ失点してないですもんね。あ、そうですね、ここまでユージョーカー選手2対0、6対0で勝ってます。無失点です。そうですよ、ね、お、いいところで取れたんじゃないこれ美濃くん。さあ1点を追いかける美濃選手。わあ、でも早いな戻りが。ユージョーカー選手もしっかりと守る。ジョー、縦のボール、おー、1本、ジョー、オフサイドはない、フリーで、いやー金崎フリーでした。同じムーなのに、いやー、やはりああいったボレーははずめさん決めるのは難易度は高いわけですか。いや、難しいのは事実なんですけど、今完全にフリーにはなっていたので、結構あれ決めてくれないと厳しいなっていうところありましたけどね。運ってことですかそれは。正直あそこまで崩したらあと運みたいなところはありますね。しかも引き足でしっかり打てたところもあるので、あれちょっと外されると、まあ、今日調子悪いなってまたちょっと悪い印象が美濃選手の中で復活しちゃうところありますね。焦らないようにと試合前に話していた美濃選手ですが、まだ焦るような時間ではありません。まだ前半です。ポジション自体は、ね、しっかり美濃選手できているわけなので、はい、ここは大丈夫なんですよね。シュートも打てているので、あとはこう決めきれるかっていうところを、ね、焦らずできるかですよね、この後も。さあ、ここを奪えるか、うん、ユージョーカー選手です。じゃあ前半はお互いがお互い この一応サッカーやってるって感じなんですかね。そうですね、まあ、本当にボールを割とキープする美濃選手に対してユージョーカー選手がそれを耐える。で、旋回に関しても割とこうつなぎたいところはあると思うんですけども、サイドに大きく展開しながらあのサイド突破を意識しているところがありますね。奪い返しました美濃選手です。向こう側のサイドでボールを持った状態続いています。ゆっくりと時間をかけて、今前半終了となりました。いやー、美濃選手とユージョーカー選手の決勝戦というところですが、まあ、挑戦者と言ってもいいでしょう。ユージョーカー選手が1点を先制して前半終了しています、うん、いやー、陽介さん、前対戦した時には2試合でシュートも打てなかったというユージョーカー選手の話ありましたけど、いやー、やっぱ成長したんでしょうね、うん、このもう本当に短い間に。すごいね、ユージョーカーもなんかちゃんと計算してるなっていうのが分かりますもんね。そのあたりの成長、はずめさんから見ててもよりこの決勝感じました。そうですね、陽介さんもおっしゃっていた通り、この2ヶ月間ぐらいの間に多分今までは中から行こうとしたからシュートが打てなかったところもあったと思うので、もう割り切ってサイドを大きく振りながらサイドバックからサイドハーフに対して長いボールを入れて中に簡単に折り返すっていう形、この85ボードならではの崩し方っていうのも覚えてきたんだと思います。このモードならではの崩し方というのがまたユージョーカー選手の中に入ったわけですね、うん、なるほど。さあ、早くも後半、この名古屋グランパスオンラインチャレンジマッチの頂上決戦最後の45分ということになります。1点リードしているユージョーカー選手、優勝に向けての45分です。逆に負けられない美濃選手、
メントでもね、見応えある試合で面白いわって来てますけどね。あ、本当ですね。本当だ、うん、いや本当にこの決勝戦、我々ももう単純に楽しんで見ているという自分がいます。さあここは1点リードしているユージョーカー。これ両チーム変えてきてるんですかね、後半に向けて。マイナスのボール、うん、危ない。ファールがありました。マイボールにしたいから、あのゴール前でもつないじゃうっていうね。ちょっとこのボール海野選手奪われました。ユージョーカー選手から速いパス回しです。ジョーヒミッチから前を向いて、あ、もう一枚紙一重のところ、一枚入れて上げてきた。いやー、紙一重の攻防でした。あそこでまたセンタリング上げるっていう冷静さが怖いな。そして美濃選手は焦りません、ね、焦らないようにと言っていた。まずは1点を取ればタイに戻ります。米本、シミッチ、右のサイドからジョー、うわ、よし、守備が固い。最終ライン硬いな、うん、美濃選手なかなかシュートまで持ち込めません。ディフェンス4枚とボランチ2枚はしっかりこうサンドイッチしてくれるので、まあ、フォワードの選手に入ってもそこでキープしてまた展開というのはできないですね。うん、ここで左サイドジョーがフリーで待っている。えぐってる。どうする、ジョーからどうする、どこでチャンスを作るか。うわー、待って、ここは、うわー、際どいところ、力のあるシュートでした。いやー、今の決まってたらちょっともう試合どうなったか分かんなかったよ今。そうですね、ヒヤリとする、美濃選手としてはヒヤリとするシーン、ユージョーカー選手としてはもうあと一息というところでした。なんやこれいや、緊張感ありますね。あるね。いや、でもやっぱ今サイドでジョー選手が持った時でやっぱこうボールキープのうまさがありましたね、フィジカル使いながらの。ですね、なるほど、そういうやっぱ適正能力の使い方がやっぱできてるわけですか。うん、あそこでキープしたことによって今阿部選手がこうちょっと後ろ目から 1.5 列目から入ってくるっていう時間を待てたので、あ、その辺はやっぱこううまくグランパス使い慣れてきてるなっていうのを本当ユージョーカー選手感じますね。で、一方で美濃選手ですけどフォーメーションをおそらく 4-4-2 に変えたので、はい、もうサイドハーフの2人ですかも含めて 4-2-4 じゃないですけど、かなり攻撃的に残り時間いくんじゃないですか。もう1点を取りに行くわけですね。さあ、奪った。 4-2-4 の逆にデメリットというとやはりボランチがとこのセンターバックの間にこう間が空きやすいので、そこ使われて非常に辛いところがありますね。なるほど、ただもうギャンブルをしながらでも攻めて1点をまず同点にしていくというサッカー、美濃選手です。そうですね、ここの前線4人ここでこう崩しきりたいですね。ちょっとタイミングが合わなかったか。お、これはジョーに渡るか、どちらか、どちらか、ジョーだ。美濃選手が奪った、またジョー、うまい、回して金崎、うまい、いやフリーで打たせない。もう残り時間20分切ってます。70分を回っています。うわ、そして今度はユージョーカー選手の上、倒れたが、うわ、もうあと20分だよ、20分。そうですね、まもなくもう残り時間ありません。15分、残り時間15分というところ、これが決勝戦です。頂上決戦の決勝戦、名古屋グランパスオンラインチャレンジカップの優勝者が決まるまでもうわずか。ここまでリードしているのはユージョーカー選手。さあ同点に追いつける上野選手。焦りません、焦りません。さあ、ジョー切り返してシュート、いー、ランゲラックランゲラック右手、いや、守りきりました。ハゾメさんも頭を抱えてましたが、どうでした、いやー、
完璧だったよ。今のは、はい、完璧でした、うん。まあ、ちょっと中に入れるタイミングちょっとこう早いからボランチに取られそうだなっていうちょっと印象を受けたんですけども、あそこにしっかり入った瞬間に、あ、これは今日入る形だと思ったんですけど、ゴールキーパーが立ちはだかりましたね。いやー、はい、いやー、これ美濃くん、これメンタルどうなんだろうね今ね。ちょっと焦っちゃうかもしれないですよね。いや、これ入んなかったらこれ厳しいなっていう印象ありますけどね。あそこまで崩した展開であればいけると思ったんですけどね。さあ、しかしセットプレーのチャンス続いています。美濃選手、あー、これは大きかった。あと10分ちょっと。ミーズとしてはね、ファーサイドから戻してという形だったと思うんですけども、流れてしまいましたね。ああ、ここは、いや、チャンスになりそうだ。ユージョーカー選手、右サイドガラ空きのところを攻め上がっていきます。ディフェンス対応してユージョーカーボール。刻一刻と時間は短くなっていきます。もう80分回っています。もうここでユージョーカー選手あと1点決めればもう決定的です。ね、美濃選手も前線4人張ってるので、ここでボール取って長いの入れられればチャンスなんですけども、これはこれチャンスになりそうだ。ファーサイド空いている、そこを狙って決まった。ダメだ、ユージョーカー選手2点目。ダメ押してきた。いや、これはハズメさん決定的ですかね。いや、この時間帯での追加点2点目はもう確定でしょうね。もう80分過ぎたところなので。いやー、美濃選手ギャンブルに出ていたわけですが、その守備の穴を抜けて1点を追加点、2対0としました。完璧にハゾメさんが言ったのは4枚と2枚の間のところですよね、さっきの。そうですね、そこ使われてサイドを崩されて逆サイドを完全にフリーな形で打たれてしまいましたね。いやー、おっしゃられた通りなのがビビったわ。あれ、さすが解説ですね。さすが、ありがとうございます。さすがですね。はあ。いや、ただ美濃選手としては e スポーツアンバサダー、このままゼロで負けたくはない。1点返せるか。いや、守ります、ユージョーカー選手。あ、サイドバックも上がってますからね。もうアディショナルタイムに入ります。いや、まだ勝ったことがないというユージョーカー選手、美濃選手に対してでしたが、ここまで2対0。もう90分過ぎてアディショナルタイム入っています。ここもチャンスになりそうだ。切り返してのシュート。カズヤだよ、締めがまた。またもや。また締めカズヤか。この大会を持っていきました。なぜだ宮原。なぜお前がここにいる。いや、いいところにいますね宮原選手。今シーズン頼むぞカズヤ。もうそうですね。いやー、すごい。3対0。ユージョーカー選手が美濃選手を破って決勝戦で勝利。いやー、止めれねえな、あの勢い。名古屋グランパスオンラインチャレンジカップ頂上決戦決勝はユージョーカー選手が勝利で優勝ということになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、やば。いやー、ユージョーカー選手、陽介さん、これ最後まで強かったですね。もうとことん上り調子だったね最後まで。いや、最後も3対0、結果的に最後まで無失点でこの大会終わったってことですね。あ、本当だよ。あの、美濃くんに対して無失点だもんね。いやー、改めてそのハゾメさんから見て、今日この3試合で合わせて11得点無失点なわけですね。この強さ、どんなところに感じました？いや、でも本当に90分通じての、 あの試合の展開のうまさを感じましたね。あの最初のね、この試合決勝の前でのインタビューでも耐えてっていうところもありましたけども、本当に無失点、守備に自信があるようなので、やっぱ耐えて耐えて失点をしないようにして自分のペースを作って、で最初のファーストゴールあったようにこうサイドバッと走っていってクロス上げて簡単な形で作ったと思いきや、今度は中でねしっかり崩して点も取れるというところで、その攻撃の多彩性と守備の硬さがしっかり あったので、まあ、大崩れはしない選手だなっていうのを本当今回強く印象を受けましたね。いやね、これまでに勝ったことがない、シュートも前回打てたこともないという相手に対して、
これだけ結果を残せるというのは、はずめさん、もうさらに上り調子という感じになりそうですね。そうですね、これからもっともっと世界に羽ばたけるような選手なんだろうなっていうのを、この3試合だけですけども強く印象を受けましたね。さあ、それでは優勝した思いなども聞いていければと思います。ユージョーカー選手、声聞こえるでしょうか。こんにちは、お疲れ様です。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。強かった、強かった、本当に一言強かったという感じですね。どうですか、気持ちは。そうですね、やっぱミノ選手のゴール付近でのドリブルやパスっていうのはやっぱ違うものありますし、そこをやっぱ今日までに練習してきたことを出したかなって思ってます。やっぱりミノ選手に対してどう戦っていくかというのはある程度練習もしていたわけですか。そうですね、この85のモードだといかに中央を固めるかっていうところだと思うので、そこをこの最後決勝戦では結構頑張って守れたかなと思ってます。ただ前回2試合やってシュート1本も打てなかったと話してましたね。そうですね、前半いいところで点が取れて、お、切れちゃった、切れちゃいましたかね。緊張感があったのかなと試合を通じて感じてました。ご自身の成長、このおよそ2ヶ月ぐらいということですが、成長どんな風に感じてますか。そうですね、普段一緒にティファをやってくれてる友達が結構この2ヶ月でいろいろクレマとかフレンドリーマッチをしてくれてたので、うん、一緒にティファをやってくれた友達にも感謝したいと思ってます。いや、優勝して陽介さん、優勝してなお謙虚という優勝感選手ですね。優勝感選手、はい、試合中、はい、これいけんじゃねえかって思って途中から思ってた。そうですね、前半点が取れたところでおって思った、その後すぐに何本かシュート外した時はちょっとこれやばいかなと思ったんですけど、うん、最後ランギラック選手が1本止めてくれた時はいけるって思いましたね。やっぱあれか。ねえ、まあ、ミノ選手もね、別に全然シーンがなかったわけじゃなくて、あれはもう運とランゲラックが結構ユージョーカー選手に、ね、勝利をもたらした感じあったよね。そうですね、やっぱりあそこのセーブっていうのはこの試合の最も重要なところだったんじゃないかなと思います。なるほど。いや、ハザメさん、いかがですか。ユージョーカー選手強かったですけれども、いや本当に強かったと思うんですけど、普段まあ変な話友達同士で試合やってたりとかすると、点取っても特にこうゲーイぐらいだと思うんですけど、今回はやっぱ点決めた時は叫んだりとかしたんですか。はい、叫んでますね、毎試合叫んでます。まあそうだったんですね。いや、まあその辺でやっぱこう自分を鼓舞しながら勢いに乗ってったのかなっていう印象を、この決勝戦も含めて3試合を通じて思っていたので、はい、いやその辺もこうなかなかメンタルの強さというのもこの大会で受けたので、これからも頑張ってほしいなと思っております。はい、ありがとうございます。ではユージョーカー選手、まあ、今回のオンラインチャレンジカップ優勝ということになりました。見てくださってるファミリーの皆さんにも王者として一言お願いできますか。はい、 いや EJ リーグは自分としても応援してくれてる方としても不甲斐ない結果に終わってしまったので、このままこの優勝することができて、これからももっと練習して来年の EJ リーグでは名古屋グランパスを優勝に導けるように頑張っていきたいと思います。うん、いや、力強いコメントもいただきました。優勝を飾りましたユージョーカー選手でした。どうもおめでとうございました。よ、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。そしてミノ選手にもお話を聞いていければと思います。ミノ選手、お疲れ様でした。声がガサガサですけれども試合を終えて今どんな思いでしょうか。強かったです。いや、強かったですよね。強かったね。その2ヶ月ぐらい前に戦った時とやっぱり違うなという印象、手応えはあったんですか。そうですね、いや今日僕自身もなんか調子あんま良くないと、まあ、最初試合目から思ってたんですけど、うんうん、やっぱりその上り調子の相手でちょっとひるんだところもありましたね、試合で。最初先制点入れられた時に、そうですね、落ち着こうと思っても縦に削いじゃったりとかした面あったんで、そこを負けちゃったなっていう思います。さっきユージョーカー選手がさ、
ランゲラックが防いだあのシーンがやっぱ明暗分けたって言ってたんだけど、そうですね、やっぱあそこあれ入らないのきついですよねいやもうでもあそこまで完璧に崩しきったらもう変な話シュートは時の運ではあるので、そうだよね、あれ外されてるとちょっとプレイヤー側からするともどうしようもねえな今日って感じですよね。そうですね決めたかったっすねあれ。いやー本当ね、もうちょっと熱い展開にしたかったんですけど、ね、あそこで同点に置いてたらもっとなんか盛り上げれたなっていうのあったんで、そうですね、まあ、やっぱこれが時の運ってやつね。そうですね、いやでもやっぱり強い人は運じゃなくて普通に実力で勝つと思うんで、やっぱ運とは言ってられないですよね。あれでもいい、その謙虚さでねまた悔しさが出て励みになるよねこれ。そうですね、でも長谷さんから見ても美濃選手今日良さが出た部分も普段からねよくその試合ご覧になってると思いますが、あったんですか。やっぱりでも最後のジョー選手の崩しとかにしてもやっぱサイドからの崩しとかこの攻撃の多彩性っていうのはすごく見えていたので、まあ、ちょっとねどうしてもビハインドのところでね焦りってとかもちろんあったとも思うんですけども、それでもやっぱ攻撃のチャンスを作るあたりは彼やっぱ上手いなって改めて思っていたので、まあ、ここからもどんどん世界大会に挑戦してほしいなっていうふうに思っております。ね、名古屋グランパス e スポーツアンバサダーとして美濃選手はこれからもグランパスを背負って戦っていくわけですから、まあ、今日、ね、残念ながら敗れてしまいましたけど、またこれを糧にさらに上をということで美濃選手いいですよね。はい、頑張ります。頑張って、はいはい、ありがとうございます、はい、今日は、ね、王者として出ていただきましたのでありがとうございました。ナイスゲーム、ありがとうございました美濃選手。ありがとうございました。準優勝ということになりました。そしてこれは今コメントが入ったということで、ギッグス JSL 日本代表監督からのコメントということで読んでいきます。友情か最強のアマプレイヤー我らのチームの誇り優勝おめでとうということで、はずめさんこれ JSL 日本代表監督ということですが、はい、あ、そうですね、 JSL というあの今回も、ね、推薦選手出している団体の中であの世界大会とかやってるんですけども、うん、まあ、昨日あのアジア大会で11対11モードやって、オーストラリア代表に見事2対1で、勝利しまして優勝したんですね、アジア大会で。その時の監督をされているのがギックスさんという方 でユージョーカー選手もあの中盤で本当に屋台骨のようにあのチームを支えていた選手だったので、まあ、彼はまあ昨日に引き続きもうあの優勝2連続というところで非常に今波に乗っている、まあ、昨日があったからこそ今日もあったっていうところかもしれないですけども、本当に波に乗ってるような選手ですね。なるほど、昨日ももう世界の舞台で戦っていたわけですね。そうなんです。じゃあ2日続けての優勝ということになりました、うん、あのユージョーカー選手優勝しましたが、優勝商品というのがあるんです、はい、こちらが贈呈されます。はい、この映像にもありましたデラックスレーサー様よりグランパスカラーのゲーミングチェアが贈呈されます。実は今我々もこうですね座っているものなんですが、あ、陽介さんまた足元が出ましたね今日2度目の足元登場ということになりました。我々座ってますが、陽介さん、うん、どうですか座り心地。いやもうね肉が埋まりますねもう動きたくない、ずっとこれ長時間座っても全然苦じゃないんで非常にいいですね。やっぱりあのゲーマーの方も愛用している方も非常に多いということで、はずめさんもご存知ですよね。いやもちろんです、あの自分も普段から使ってますし、あの e スポーツのイベントといえばこのデラックスレーサーさんって言われるぐらい本当にいい椅子なので、長時間ゲームしているとやっぱ腰とかね悪くなってくる方も多いと思うんですけども、全然腰痛くならないので、まあ、オフィスあの普通の、ね、サラリーマンの方もぜひ使っていただきたいぐらい本当にあの使いやすい椅子となっております。我々も、ね、こうやってお世話になってますが、本当に座り心地のいいゲーミングチェアを贈呈ということですので、この椅子を使って友情川選手さらに練習を積んでまたレベルアップをしていくということにもなりそうです。本当に友情川選手おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあということで頂上決戦は優勝、うん、友情川選手で終了ということになりました。まあいろいろなゲーム展開やりました、すべてグランパス対グランパスだったわけですが、陽介さんいろんな試合やりましたね。いややっぱ若選手のあの選手起用が非常に気になりましたね、やっぱりね。うん、やっぱもう若手をすごい使ってくれててそれも嬉しかったですし、まあでもやっぱこうゲームならではの選手起用の仕方っていうのがやっぱこうね新鮮で面白かったですね。
本当そうですね、若い選手も使っていきながら、うん、でジョー選手をどういった使い方をしていくのかというのも、そうそうそう、またゲームならではというところもありながら非常に楽しい頂上決戦ということになりました。ハゾメさんも、ね、ここまで5試合頂上決戦ありましたが、はい、いかがだったですか。やっぱりね、先ほどお話にもありましたけど、いろんな選手を使ったりフォーメーションであったりっていうそれぞれの、ね、プレイヤーの考え方、監督的な視点もありながら、やっぱこうテクニックね、ゴール前でのこう振り向きとかってありましたけども、やっぱ上手かったのは友情家選手、試合の展開でしたよね。こう点取って耐えてカウンターしてっていうのはいろんな形を持っていた、まあ、優勝するっていうのはそこら辺にやっぱ秘訣があるんだなっていうところで、本当に今回は友情家選手の強さが光った大会になったんだなと思いました。当然今日こういったゲーム画面初めて見たというサポーターの方もいたと思いますし、普段からプレーされている方も本当に参考になるプレーがたくさんあった、このオンラインチャレンジカップということになりましたよね。そうですね、本当にね、今回初めてご覧になった方もね、あ、グランパスこんなチームなんだっていうふうに改めて思う方もね、サッカーゲームを通じてグランパスをまた好きになっていただければいいなというふうに思っております。本当そうですね。ということで頂上決戦は友情カー選手の優勝というところで幕を閉じました。本当に友情カー選手おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれではこの後なんですが、フレンドリーマッチ11対11のフレンドリーマッチを行うということです。それがすごいですよ ね、また楽しみですよね、うん、11対11ってプレイヤー、いわゆるプレイヤーが11人対11人ってことなんですよね。そうです、そうです。またこれまでとはちょっと違う選手たちの動きにもなってきそうですんで、キーパーとかなんかもうバーって走っていっちゃったりしちゃダメなんですよねやろうと思えばできちゃうんでそれをしないようにうまくね、運営の方が頑張ってくださいっていうところではあるんですけども。おー、そうなんですか。またそのフレンドリーマッチ、この後15時20分からまた配信を行うということですので、それまでしばらくお待ちいただければと思います。また楽しみにしていてください。
はい、大変長らくお待たせいたしました。陽介さん、始まってますよ。ああ、すいません。はい。分かってました。分かってました。はい。あ、今分かってましたね。すいません、ちょっと出落ち DJ です。すいませんでした。さあ、ちょっと予定よりもね、10分ほど時間がかかってしまいました。お待たせしました。はい。ここからは、フレンドリーマッチという形でお送りしていきます。で、このフレンドリーマッチというのは、プロ e スポーツチームのブルービーズ所属の若選手率いる若チームと、名古屋グランパス e スポーツアンバサダーであり、先ほども対戦しました美濃選手率いる美濃チームに分かれて、11人対11人のオンライン対戦を行うという一戦になります。いや、これすごい、見たことないですね。結構これスタンダードなんですか？いや、あの世界大会 FIFA ですと結構1対1が基本になるんですけども、11対11もあのユーザーのリーグだったりとか世界大会も行われていて、まあ、昨日もあのアジア大会が行われるぐらいには盛り上がっております。へー、スタンダードなんだ。いや、またどういう動きをするのかっていうのが非常に楽しみですけど、あの、うん、先ほどまでの試合と同じように6分ハーフの1試合で行われまして、まあ、同点の場合は延長 PK などなく引き分けのまま試合終了ということになります。で、能力は先ほどはあの85で統一というのがありましたが、今回はそれぞれの選手が持つ能力値として戦うということになりますが、どんなもん違うんですか、これ。はじめさん、これ詳しくはどういった形になるんでしょうか？基本的にはですね、おそらくですが、あの選手 の, あの育てていくようなイメージをしていただければと思うんですけども、これいっぱいこのモードをやることによって全然どん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 選手の能力が上がっていくので、まあ、あの強い選手は結構能力が高いと思うので、その分シュート力とか高いと思うんですけど、ちょっとその辺が低い選手だとシュートが入んないかなっていうところが出てくるかと思いますね。誰かそのプレイヤーが育てた選手が出てくるんですか？そうですね、既存 の, あのサッカー選手ではなくて、あの仮想の選手が多分出てくると思うので。そういう風なんだ。はい、自分でそのあの育てて、あのいろんなクラブとかに、まあ、あの入団させて練習みんなで一緒にして、で試合することで経験値をもらって選手の能力を伸ばしていってっていう感じですかね。もう架空でちゃんと選手がいるっていうようなことってことですね。そうですね、自分であの仮想のキャラクター作っていて、あの髪型とかあの身長とかも全部そういうふうに自分で選べるっていうふうになっております。へー、それ聞いて陽介さん、またより一層楽しみですよね。キーパーをやる人ってもいるんですか、それでモードで？いや、もうもちろんです、キーパーやりたい。まあ、ヨーロッパでね、よくキーパーが一番花形で人気っていうのが言われますけども、やっぱゲームの中でもキーパーやりたいってことはもちろんおっしゃっていて、多くいて、このキーパーがいれば、あのもうチームを救えるって人はやっぱいろんなチームから誘いが来るって言ってる。すげえ、マジか。だってゲームってことはずっと視点としてゲーム見てなきゃいけないんですよね、後ろから。そうです、後ろからこうやってたらこうやってボールが、あー点入ったなーってボケーって見てなきゃいけない時はもちろんありますけども、やっぱそれでもやっぱ一点ね、決定的なシーンを止めた時のチームメイトが声をかけられる感じっていうのはたまらないんでしょうね。もうリアルに近づいてますね、もうここまで。そうですね、特にこの11対11はね、本当にそれぞれのポジションでね、一人一人がつくので、やっぱその時の声の掛け合いとかっていうのは本当にサッカーそのものだと思います。初めてだ。陽介さん、はいはい、さらにですね、はいはい、あの先ほどまでの頂上決戦に出ていた選手たちもたくさんいましてですね、美濃、うんうん、チームにはコーデー選手、タイポン選手、そして、まあ、もちろん美濃選手、うん、で、あの予選昨日敗れましたロッキー選手が美濃チームのフォワードにいるというところで、若チームにはユージョーカー選手が若チームフォワードなんですね。うわ、優勝者、はい、で、これは美濃選手削りに行ったりしないですか？大丈夫ですか？後ろから来そうですよね。えいっつってやっちゃうかもしれない。ユージョーカー選手気をつけていただいて。いや、もう腰淡々としてるぞ、この背中が。後ろからやってやるぞっていうのがちょっと見えましたね。美濃選手はポジションどこなの？美濃さん、美濃選手、はい、ポジションどこなの？今日ボランチですね。あ、じゃあマッチアップする可能性はゼロじゃない？そうですね。あ、来たな、これ。どうしましょう？勝ちますよ。何に勝つんですか？試合ですか？勝負ですか？何に勝つんですか？いやー、どっちも。どっちも。なんかよくわかんないですもん。もう頭混乱してるんで。とりあえず試合に勝ちたいです。そうだね。そうですね。キャプテンですんで、うん、ぜひチームを勝利に導いていただければと思います。この後よろしくお願いします。はい、頑張って。さあ、フレンドリーマッチ、この後始まるということになりますが、またその前にということで、この選手からメッセージ届いています。名古屋グランパス中谷慎之介です。
新型コロナウイルス拡大に伴う緊急事態宣言が解除されました。医療関係者の方々が日々戦ってくださったからこそ勝ち取ることができた結果だと思います。改めて感謝を申し上げます。ただ感染が再拡大しないよう僕らも自分自身ができることを継続していく必要があります。みんなで力を合わせステイホームとセーブホームでこれからも頑張っていきましょう。そしてまたスタジアムでお会いしましょう。それでは皆さん、名古屋グランパスオンラインチャレンジカップ頑張ってください。はい、中谷選手からいただきました。陽介さん、はい、力強いメッセージでした ね。やはりこうチームを守っている選手ですから、いろんなことルールも守る選手ですね。セーブホームって言ってました ね、はい、そして波佐見さんもやはり選手も非常に表情を見ていても前向きだな、うん、いよいよシーズン始まるのに向けて選手も充実した表情でしたね。そうですね、やっぱ J リーグの再開がねやっと決まりまして、これからしっかりねこの1ヶ月に渡ってあの練習をして、そして試合が始まると思うんですけど、その時にね私たちも精一杯ね応援するように、うん、今はちょっとステイホームでね守っていただければと思っております。そうですね、中谷選手もおっしゃってましたが、感染再拡大させないためには我々がステイホーム、お家にいるということが大きな影響をね、うん、いい意味での影響を及ぼすわけですもんね。そうですね、またフレンドリーマッチこれから行われていきますが、皆さんとおうち時間楽しく過ごしていければと思います。それでは名古屋グランパスオンラインチャレンジカップのフレンドリーマッチスタートです。ミノチームが白。ミノが白。ミノが白。赤赤。ミノが白。あ、もう試合始まってます。もう前半ゴールになってますね。始まってるよ。白いユニフォームがミノチームだということですね。白いユニフォームがミノチーム、赤いユニフォームが若チームということでフレンドリーマッチすでに始まっています。あ、ご覧いただきましたように11人対11人それぞれにカーソルがあっています。皆さんそれぞれが自分を一人一人動かしているということで、陽介さんまたこれ今までと全然選手の動き違いますね。なんかあの小学校のサッカー見てるみたいな、みんながボールに集まっていく感じ。そうそうそうでもハズメさん、皆さん上手いプレイヤーたちなわけですもんね。そうですね、トッププレイヤーが集まっているというふうには伺っているので、まあ、そういう意味ではあのフォワードの抜け出しのタイミング駆け引きでしたとか、あるいはディフェンスラインの守備のラインの設定、オフサイドをかけるかけないといったところのあたりもちょっと注目していただければと思います。これ戦術とかそういうのは誰か監督みたいなのはチームにいるんですか？あのチームとかによってはもちろんいて、やっぱハーフタイムとかになるとあのボイスチャットで、いや今の試合こう例えばビハインドだから後半攻撃的にいくからフォーメーション変えるぞみたいなところも言うチームもありますね。さあ美濃チーム白いユニフォームが攻め上がっていきます。あ、やはり先ほどの頂上決戦と比べてもドリブルのスピードなど速いですね。そうだね、ボールスピード速いですね。わ、このあたりもフィジカルの強さが出ています。赤いユニフォーム若チームでしたが、ディフェンスがカットして、どこの国出身なんだろうっていう選手いっぱいいますね。まあ、あの肌の色、髪型、まあ、腕の太さか、ね、体の太さといったところも自由に決めれますからね。あ、これジョーカーって書いてあります。ユージョーカー選手ですかね。今右サイドからクロスを上げたのユージョーカー選手でしょうか。え、あのなんかフォワードのダービッツみたいな人。そうですそうです。ああ、そうなんだ。ジョーカーと書いてありました。あ、若選手だこれ。あ、若選手ですね。キャプテンマークちゃんと巻いてるじゃん若さん。あ、本当ですね。
まだここまでは両チーム無得点。さあ、右サイドでしたが、いやでもいい駆け引きでしたよね今。これ若選手がオフサイドラインを超えていたということですね。そうですね。でもすごいちゃんとディフェンスラインとか統率されてるのがすごいですねこれ。本当ですね。でもそういう意味ではあのサイドバックの上がりのタイミングではぜひね注目してほしいですね。マニアックなポイントですけども。めっちゃおもろいなこれ。そこもチームとしてある程度、まあ、ディシプリンといいますかできているわけですね、うん、そうですね。やっぱこう規律があって攻撃のタイミングこういう時にはちゃんとサイド上がろうとかっていうのをちゃんと皆さん決めてると思います。これもサッカーゲームじゃなくてサッカー知ってないともう無理っすよね。これはもう特に本当サッカーを知らないと厳しいと思いますね。高い位置でのカットから、うわ全然違うゲーム見てるみたいな感じだなさっきと。本当ですね、さっきまでと全く違います、うん、でちょっと全員がプレイしているので画面もちょっと広いアングルになってますね。ああ確かに。いや白いユニフォームミノチームが上がっていきます。右サイドから、いやディフェンダー3人もしっかりとラインを作って、うん、ちなみにまだ僕ミノ君を見つけられてないんですけどどれですか。ミノ選手はボランチだという話でしたけど白いユニフォームの、ね、あの黒人これあの前の違うどれですかね。白いユニフォームのラモス ボランチのどちらかですね、はい、あタイポンだ、タイポンいた。あ本当ですね、タイポン選手。あギグスさん、さっきの監督。あギグスさんいらっしゃるんですね。あコーディ、コーディ、先ほどまでライバルとして戦っていた人たちがここでは仲間として戦っていたりもするわけですね。ただミノ君がまだ見つけられないですね私はまだ見つかりません。シュートは、うおーナイスキー、うわすげえキーパーすげえ。若選手、これゴールキーパーもどなたかが動かしてらっしゃるということですね。いや今のセーブを見るとなんとなくゴールキーパーやりたくなるっていう気持ちはちょっとわかるかと思うんですけどね確かに確かにヒーローですねあの飛び出すのもボタンがあるということですか。そうですね、あのポジショニングは自分で動かしたりとか、あと倒れ込みもあの横っ飛び大きくとか、あのいろんな倒れ方もあるのでそういうのをボタン操作で考えて倒れているというところです。そんなあるんだ。さあこれあの前半中にミノ君を見つけられるかっていうところですね完全にウォーリーを探せみたいな状態になってますね。結構白チームの方があんまり特徴ないもんね。そうですね、そうですね。なんか若チーム濃ゆい人ばっか癖のあるなんか選手がいっぱいいる感じがするんだけどただもう前半40分になりそうです。やばい、まだ得点は生まれていませんが、さあ美濃選手はどこにいるんでしょうかあこれはチャンスになりそう。来た友情家選手、これはあーちょっとゴールキーパーミスがあったか。あれこれでも違うんじゃない。どうか、あ入った入った入った、入った。これは1点先制です。赤いユニフォーム若チームが1点を先制したということのようです。あでもやっぱ形作ったのは友情川選手のキープからでしたね最後。そうですね、ダンジョン選手がどうやらゴールを決めたようです。でもなんか友情感もなんかさっきまでの、ね、パスワークでのプレーじゃなくてちょっと貪欲でしたね。本当ですね、本来子になると。あ危ない危ない、あ危ない危ない危ない、あさっきロッキー、ロッキーですね、昨日敗れてしまったロッキー選手。いいですね、やっぱこう名古屋を応援する方々がねこう11対11で手を取り合うっていうのもいいですね。いやこれ面白いですね。友情感、友情感、お飛びかないシュート、うわーうまい。頂上決戦王者の友情川選手ここでも見せた。なんかちょっとスプリンターだなこれ、この子左足を振り抜きました。ちょっと野性味あるわ。あ、ミノだ、いました、今もボール持ったら終わったミノ選手がボール持った瞬間に前半終了ということになりました。終わっちゃったね。ということで若チームが2点をリードして前半終了ということになりました。陽介さん全然やっぱり違いましたね。いやもうあの違うゲーム楽しんでる感じですねこっちね。スピード感もありましたし、ハゾメさんやはりこれがフレンドリーマッチならではという感じですか。
やっぱそうですね、11対11モードならではのちょっとワーワーサッカー感もありつつも、やっぱ局面局面でのこの、あの魅力、最後のユージョーカー選手のボールキープからのシュートなんていうところも、うん、本当にサッカーさながらというところで楽しめていただけるんじゃないかなと思ってます。これがいやーキーパーやりたい。確かにそうですね、うん、ちょっといざというところでチームを守るというヒーローになれますもん ねさあ1対0、まあ、点に直結するところですからね。ミノ君、この黒人がそうなのか、やっぱり黒人の手足の長い選手ですね、中盤の背の高いミノ選手。今センターサークル付近にいるのがミノ選手ですね。おお、ここは遠い位置から狙っていきました。そうか、あまり攻めないタイプだね、ミノ君はね。控えめですね、うん、多分バランサーだね、おそらく、うん、ただミノチームは2点を追いかける展開になっています。さあ、美濃選手が中盤で中間ポジションを取ってますが、うん、ここもやはり若チームがボールを支配しています。友情かめっちゃ出てくるやん結構こういったフレンドリーマッチになると友情か選手はこうオラオラしてる感じなんですか ね俺が俺が選手かもしれない、ね、ですね、うんうん、まあ、ストライカーですからね。ここはどうか、いい、うわー、友情か選手ゴールキーパー出ていきます。おっと、これは少し今ロードにですね、回線が不安定になっています。もうこれ6秒ルールだいぶオーバーしますね関節フリーキックですね、こういったのもはざめさん、まあ、11人対11人たくさんの人がオンラインですのでよくあることなんですか。そうですね、やっぱ一つのサーバーに対してこの22人がガッと一気に来ますので、まあ、そこに対してのサーバーの負荷が非常にあるようで、あのこういったことはよく起こりうるというふうになっております。またクリアになりましたんで、どうやら普通通り試合が再開されているようです、うん、また若チームがボールを持って、いや、左のサイドからファーサイドへ。今美濃君いいプレッシャーだったな。今美濃選手もディフェンスついていますが、これは美濃君ナイスヘッド。美濃選手が守りました。ここもボールかなりスペースないような状況になってますが、うまくボールをつないでいます美濃チームです。なんか美濃君が誰か分かり始めたらすごい出てくるね。美濃選手今いいポジション取りでね、ビルドアップ手伝ってますよね。そうですね、でも若チームプレッシャー早いね。なかなかこの美濃チームがチャンスを作れないというここまでの展開です。ここもディフェンス、ロッキーロッキー、あー、いや、セカンドボールを拾う、ね、ポジショニング非常に良かったんですけどね。左サイドから、いや、これもつながります。いや、よくこのスペースを抜けていきます。そして美濃チーム、いや、運べない。あっという間にボールを奪っていく若チーム、これはチャンスだ。いや、ちゃんと見つけてるもんな。今シュートを決めたのは、これはどの選手でしょうか。分かんないどの選手ですかね。分かんない、黒人っぽかったけどな。いっぱいいますからね。確かにね、まあ、いずれにせよ若チームがこれで3点目、3対0ということになりました。いやー、でもこれすごいよね。11人の脳みそで判断してみんなやってるわけですもんね、はい、さっきは1人の人が11人操ってたのが、あ、中盤のクラ選手ですね。クラ選手がゴールを決めて3対0ということになりました。すごいな、よくこんなチームプレーできるな11人。本当にリアルなサッカーと変わらないということですね、実際のところは。あんなあの落とし、おー、キーパー出てきてるキーパー出てきてる、中段が出てきてる、戻らないと、ちょっと戻って戻って、ちょっとゆっくり戻ってんじゃないよ、走って走って、ゆっくり戻ってる場合じゃないよ今の。危ないところでした。ちょっと我慢しきれず出てきちゃったじゃんあれだ、ちょっと今点取ってるから余裕のビルドアップしてきたねいや、もう陽介さん、あっという間ですね。もう70分過ぎてますよ。あ、もうそんな時間。いや、これも見応えあって本当に楽しいので、うん、でも緊張感ゼロだねまあ皆さん何もかかってないのでね、ね、
楽しいね、まあ、まさに名前の通りフレンドリーマッチという感じですね。はぞめさん、これ見ていてこうなかなかやっぱり普通の人たちがいきなりやってこのレベルにはならないわけですよね。そうですね、どうしても、ね、ボールボール行きがちですよね、うん、小学校の、ね、バーバーサッカーになってしまうので、まあ、それぞれ、ね、あのボールとの距離感を適度に守りながら行き先のポジションを保っているというあたり、このプレイヤーたち の、この11対11ですね。これもいい形、ふわりと上げて、おーキーパーナイスキー、おーこれはどうだ、お美濃選手、美濃選手、さあカウンター、カウンター、これは行こう、一気にロッキー、ロッキーロッキー、ちょっと中に出して、いやーここもパス、シュートにはいけなかった、ロングボールですがここは対応します。いや非常にショートパスのスピードも速い、いや若チームがボールを支配しています、ね、ちょっと安定してるね。そうですね、うわ裏裏、これはどうだ、おいや2人いったんだけどな、いや美濃選手このフレンドリーマッチでも敗れてしまうのかなんてこと言うんだ、頑張って美濃選手なんてこと言うんだ、ほら来たよ来たよそろそろ美濃く曲がらないと、頑張って美濃選手、チャンスだ、シュート、うわ惜しいポストやもじゃもじゃ頭の誰かがシュートを打ちましたあの実況も雑になってきとるぞ誰だったんでしょうかそろそろなんかこう美濃くんの上がりを見たいな。そうですね、もう時間ありません、もう残り5分です。本当だ、もうここはクリアをします、3対0。いや陽介さん、美濃チームにもこう何か見せてもらいたいです ね、まあ、あとでもこれワンプレー、ラストワンプレーぐらいあるんじゃないですか。そうですね、これチャンスじゃない、うん、それこそ今数的優位だよ、美濃選手も上がってます、あ美濃さん、美濃くん来た、美濃くん来た、美濃選手後ろが来てるよ、美濃選手、空気読んで、前線空気読んで、美濃選手さあ残り1分です、どうか奪えるか、ここで奪えた、あ、ミノ選手チャンス、数的有利、数的有利を作ってます、一人スルーした、チャンス、チャンス、サイド来たか、来た、ミノ選手、ミノ選手誰今のミノさん、お膳立てバッチリだったのに、ファーサイドからミノさん、ミノさんシュート、いやー守りました、いやー試合終了、最後美濃チームもチャンス見せ場作りましたが、キャプテン、いやー最後美濃選手決定的でした、しかし3対0若チームが勝利ということになりました。いやー個性が強いな若チーム、いやただ陽介さん、はいはい、頂上決戦とは全く違うちょっと面白い戦いでしたね。いや面白かったね、やっぱお祭りっすね我々もなんか笑いながら実況解説できるような感じの雰囲気もありましたね。実況しかもじゃもじゃ頭とかあんま言わないからねもう誰だかわからない選手がまあそりゃそうだ、もじゃもじゃ頭が頭抱えてましたんで、うん、そうですね、正しい描写をしたつもりだったんですが、いや美濃くん最後あれは決めなかんわあれまた頂上決戦の最後もね、ちょっと運次第というところありましたが、本当ディフェンスにボーンってやられてる背中当たってましたね。はずめさん見ててどうでしたか。あ、ミノさんが繋がりました。あ、繋がりました。ミノくん、はい。最後あれ何？いや、何でしょうかねあれ。おかしいですよねあれ。もうあれはちょっともうみんなのお膳立てが転がってきたって感じだったけど。いや、決めさせてくれると思ったんですけどね。双方のね、相手チームはある程度忖度してのもう決めていいよからのあれですからね。そう、そういう流れだったはずだったんですけど。まあ一人空気読めない体張ってる人がいたもんね。いやただ美濃さん、はい、非常に我々も見てて楽しい、本当に面白いゲームでした。 ありがとうございます、それが一番いいことです、うん、楽しかった、はい、
はずめさんから見ててどうでした、この11人対11人は。いや、 やっぱりこのトッププレイヤー同士の11対11ってなんかこう本当のサッカーを見ているような気持ちになりつつも、ちょっと部活っぽいこう仲の良さというか面白さがそれはそれで見られ て本当に良かったなと思いますし、まあ、ミロさんが最後やっぱ持ってったなっていう感じがありましたね。見せた見せた。いや本当になんか決めたかったんですけどね。いやでも決めれないのが僕っていうことなんでしょうね、多分アスカまだ。いや、いいポジションだと思うよ、うん、いや、ただあのミノ選手やっぱり中盤っていうところで、ね、頂上決戦で出した11人を1人が操るのと全然こうゲームスタイルといいますか、はい、ミノ選手もやっぱり違う感じしたんですけど、そういう意識っていうのはどういうふうに変えるんですか。いや、そうですね、自分が全員を操るわけじゃないので、そうですね、やっぱりその自分の選手を、あの味方が操ってる選手との位置関係をきちんと考えながら動いているようにはしたんですけど、やっぱりそういうところ難しかったですね。なるほど。まあそうだよね、だってもうね、違う意思を持った人間が10人他いるんだもん ね。しかも今日集まったばかりのなんか急増のチームなんだ。そうですね、そういう戦いだったので。なるほど、うん、もっと ガー出せばよかったのに。いやちょっと決めさせたい人もたくさんいたんで。あ、なるほどなるほど。あ、キャプテンですからね。確かに確かに。優しさも出ましたね。さすが、ありがとうございます。キャプテンありがとうございました。今日はもう本当に頂上決戦と、そしてこのフレンドリーマッチと大忙しでしたが、うん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。そして勝ちましたキャプテン、ワッカーチーム若選手にも話は聞けるんでしょうか。若選手。はい、お疲れ様です。どうもお疲れ様でした。はじめまして。お疲れ様です。今日ははじめましてと。頂上決戦からお疲れ様でした。ありがとうございます。今日を通していかがでしたか。いや、頂上決戦は完敗だったので、うん、ちょっともうあれは厳しかったです。いや、ちょっとね、あまりにもびっくりするような結果になってしまったんで。いや、やっぱりちょっと入場感も強かったので、うんうん、もう今ね、宇宙とね回線がつながってるということで、ちょっと銀河が違うところからね、若さん今オンライン中なんじゃないですか。聞こえてますかね。あ、はい、もしも。あ、大丈夫ですか。ですね、あの陽介さん、はい、あの若選手に話聞きたいとずっとおっしゃってましたもんね。このタイミングで聞くことになるとは思わなかったですけど若選手今回選手起用がすごい他の人と違ったんですけど、はい、なんか目的あったんですか。もう今回も自分の好きな選手を特に選んだので、やっぱり好きなプレイヤーですね。いや、すごい好きなプレイヤーで、あのね、渡辺修斗選手とか、はいね、青木亮太選手がこう若手とか使ってくれたのすごい嬉しかったですね。ありがとうございます。日頃からグランパス応援してくれてるんですか。いや、でもずっともう地元なので、おやっぱり名古屋も試合をよく見てます。あ、嬉しい。もうそうじゃないと使えない選手起用だなと思ってたんで、うん、いや、それが聞けて嬉しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はずめさんからキャプテンの若選手にお願いします。まあ、おそらく今日この11対11のモードであれば、あの急増チームであったと思うんですけど、なんか意識していたところ、まあ、今回あのサイドのハーフウィングで出ていたということなんですけども、なんか意識していた動きとか、あるいはチームを生かそうみたいなところを意識していたところってありますかね。その自分サイドだったので、まあ、しょうがないね、あの銀銀河から来てますからね。名古屋市内でさっき言ってましたけど ね、 そうすね、たまに銀河に行っちゃいますね。そうですね、うん、まあ、Wi-Fi もそこまで飛んでるということで。いや、ちょっと今回はまあサイドだったので、あまり真ん中の選手を邪魔しないようにっていうのを意識しました。ほー、うん、でそれって確か優勝川選手じゃないですか。そうですね、やっぱり優勝川選手を楽にできれば多分点取ってくれると思ったので、うん、あとはもう自分は端っこでやってましたね。マークつかせるぐらいな気持ちだったのかもしれないですね。あ、なるほど、引きつけて。なんか優勝川選手持ってましたね今日ね、ずっと。いや、もうすごかったです、今日一日。ね、最後のあの決め方とかもね。あ、もうこれダメだ、なんか向こうで争いが起こってるよ多分。また異国から来たかもしれないですね、敵が。ちょっとやばいですね、他の惑星がちょっと攻めに行ってますねあれね。じゃあ最後に若選手、まあ、キャプテンとして勝利をしました。あのファミリーご覧になっている皆さんにキャプテンとしてメッセージをお願いできますか。はい、まあ、今日一日やっぱりすごい楽しいイベントだったので、やっぱりこういったことまた
やれたらいいなと思います。やりましょう、またやりましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はお忙しい、本当にありがとうございました。ということで、フレンドリーマッチ若チームが3対0で勝利ということになりました。本当に楽しいゲームになりました、うん、はい、ということで、これで今日行うゲームすべて終了ということになりました。あ、もうそうなんですよ、終わりですか。ただ12時半から配信始めましたんで、もう3時間半経ってるわけですね。いや、このゲーミングチェア持って帰っていいですか。疲れませんね。全然疲れません。いや、本当に座り心地いいから、そのまま座ってぜひあのオフィスとかまでも持ってっちゃってください。このままガラガラ引きながら行きますよ、こうやって。もう肉が埋まっちゃったんで、このまま立てるから。では、あの陽介さん、肉が埋まったまま最後に締めのコメントをお願いしたいと思うんですけれども。いや、でも本当ね、このコロナ禍の間でグランパスっていうのになかなかこう触れ合う機会がない中に、これだけこうとことんグランパスに触れ合えたのは僕自身も嬉しかったですし、ファミリーの皆さんもね、ご覧になっていただいて、まあ、より7月からのこのね再会が楽しみになったと思いますんで、今度はこの気持ちを持って、まあ、オンラインも引き続き、まあ、やるかもしれませんが、それも共にですけども、まあ、何よりスタジアムでお会いして、みんなでね盛り上がっていければと思っております。はい、そして、まあ、はずめさん、頂上決戦とフレンドリーマッチ盛り上がりましたけれども、はい、今日通していかがでしたか。やっぱり今回あの初めて解説を完全にリモートで来たというところで、ちょっと不安もあったんですけど、全く問題なくできたところに、やっぱ e スポーツのいいところってあるんだなと思っていて、選手もね、あのリモートで遠隔でオンラインで対戦するというところも含めて、今回コロナウイルス感染拡大防止するっていう目的ではあったものの、 e スポーツの新しい形っていうのが皆さんにご覧になっていただけたかなと思いますので、これからもね e スポーツでオンラインでも大会があると思いますので、この名古屋グランパスオンラインチャレンジカップも第2回3回と続いていく中で、この後もご視聴いただければと思います。本日ありがとうございました。いや、本当に私も初めて e スポーツの実況というのを経験しましたけれども、はずめさん、本当に今後、はい、まあ、我々も楽しさを改めて今日初めて知ったという方もいると思います。どんどん広がっていきそうな、はい、そんな感じはありますよね。そうですね、このグランパスファミリーを、ね、通じて今回あの e スポーツご覧になった方もいると思いますし、この後、ね、J リーグに広がっていって、うん、もっと、ね、世界大会、ミノ選手なんかは世界大会も出場していきますので、ね、ぜひこの FIFA の世界大会でもご覧になっていただければなというふうに思っております。今日きっかけに、また皆さんも e スポーツにより一層興味を持っていただければと思います。そして我々も、ね、こうした e スポーツを通じて、自宅からサポーターの皆さんですとかファンの皆さんがつながりまして、まあ、楽しみや興奮を共有していける時間を今後も作っていければいいなというふうに思っています。そして近いうちにも J リーグも再開しますが、その時にはまた心を一つに自分のチームグランパスを応援していければというふうに思っています。ここまでは名古屋グランパスオンラインチャレンジカップ頂上決戦とフレンドリーマッチの模様をお届けしました。解説はハゾメ高秀さん、そしてヨーヨー陽介さんにお願いいたしました。どうもお二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。実況は堂野博久でお送りしました。 J1 リーグ再開7月4日ということが発表されました。当面は無観客ということになりますが、サッカーがある日常がまもなく帰ってきます。その時を楽しみに待ちましょう。さよなら。さよなら。さよなら。